Uh Oops. -oh. 地獄は22時 <laughs> えーっとこれ何分52分にね向かってますと今日もよろしくお願いしますちょっと遅れました、ごめんなさいすいませんああ今日もやっていこう今日もうーん明日誕生日です明日じゃねえわ明日じゃない嘘ついて19日誕生日なんでねいやー次は26歳になるんでほんとに よろしく。うんまあ、このなね。うん顔をこの間見たけど、想像と違ったぞ。ああ、俺の顔ですか。あ、そうですか。うん。よく言われます。<laughs> それは非常によく言われます。はい。うん。まあ、俺の顔はね、まあ、カズレーザーみたいな顔だね。あの、正直言うと。まあ、いつもはなんかイケメンとかで自分で言ってるけど、まあ、はっきり言うけど、まあ、カズレーザーだね。うん。 まあ、あんまりあの、ハードルを上げないようにしていく誕生日配信する。あー <laughs> あ。ああ、するよ、多分。多分する。うん、あんまあ、俺あの、言い切りたくないから言わないけど、また多分する、多分。やらなかったらごめん。<laughs> あ,あ、め明あうこちつさん、ありがとう、スパチャ。ありがとう。 センキュー、センキュー。あ、やばい。今日の相談者から電がか,かかってきてる。ああ、でも早速やるわ。よいしょ早速やるわー。えっと、出るかな。あ、島かさんありがとう、スパチャ。ありがとう。プレゼントはどこに送ればいいあ、大丈夫、大丈夫。ありがとうね。 あー、気持ちだけでね、嬉しいよ。ありがとううん。ちんやこうさんっていうね、ご意見番がいるんですけど、その方からもなんかもらっちゃったな、今日。<laughs> LINE 来てたわ。ちんやこうさん。なんか今ではもう立派な配信者になったそうです。ハッピーバースデー。甘い皮かお茶箱かスパチャが悩んだが、コーヒーが薄まらない。氷。かっこ自分で冷やすけど、がついたタンブラーにしました。 ノックが持っていて使ってるのは知ってるけど、もう一つあってもいいかなって。タンプレなんだから今度は返さないでね。ピエン。この一年、ウニちゃんと素敵な一年にしてください。年にしてください。そしていい男になって。うわぁ、ありがたいねーうーん。へえー、こんなのあるんだ。しずくさんありがとう。俺あの、これ6個持ってんだけど、どうする <laughs> 俺どうするあの、 もう一個あってもいいかなって。お六個あんねん。六個あるんだけど、どうする六個。<laughs> いや、俺もう、使ってんねん。六個あんねん。そう。七 <laughs> 個目 <laughs>、うん、これ六個あんねん。そう。 まあでももらっとっか。<laughs> いやーありがとうありがとう。うん。っていうことが起きるからまあ別にあんまりね。まあものはね、あれだ、ありがとう。まあ気持ちがね、嬉しいんでね、はい。これのいいところはさ、割れないのもいいよね。ステンレスのコップって。うん。ぬるくなりにくかったり、冷めにくかったり。なんだろう。冷たさがぬる、ねまあなんていうの。そういうのもいいんだけどさ。 一番いいのはさ、あの、壊れないっていうのがいいんだよな。ガラスとか結構割っちゃうんだよな、落として。さあ、今日の人いるかな今日の人、今日の人。あ、いたいたいた。あれるかな水滴つかない。あ、そうそう、水滴もつかない。いいことしかないじゃん。<laughs> ステンレスいいことしかないやん。どうしよう。うん、でこれ書けようかな。今日ね。どうしても助けてくれってことで。うん あとなんか活動者になんかひどいことされた女性からも連絡来てるうんまあこの人もやろうかな、うん、キャスで出会った人から晒し誹謗中傷キャスでされているキャスって生放送サイトだよねかわいそう ま、その前に、ちょっと別のね、YouTuber の人書けるわ。よ。からんからうるさい時ある。ああ、うるさい時あるよね。よいしょ。<laughs> あるよ。うん。美味しいよ、美味しい。氷いっぱい入れてくか。はい、もしもーしもしもしあー、何 どうぞ、もう今日は、うん、もう本当に緊急で助けてくれってことで。なんてあ、なに緊急で助けてくれってことで。どういうことそれ昨日の話。あ、解決したのうん、解決になってないんだけど。うん。なんか声がこもってるぞ。えうん。マジで,でまあいいだろうって、なにどうしたのはい。 とりあえずさ、はい。もう一はい。あの、今、はい、泊まってる女の人は、え<っ>今、<何>泊まってる女の人がね。あ、今女、女性の家に泊まってると、はい。うん。はい。あもう、はい、シャキシャキしゃべらんかい,んい早くシャキシャキなんてお前、YouTuber だ,ろだ だからう、打った。何タイプ打ってるから、あの、俺はゆっくり喋ってあげてんの。いや、いいってそういうはいあなたが喋らないと打てないから。うん。だから、うん、でね、まあ、月50万ナイスには支援できるんだけど、はい。っていう話よ。はい。うん。うん、で、俺はもうあの まあ仕事してもいいかなって思ってる。普通には,いはいはいはい。仕事しながら信りていいかなって思ってる。はい。50万くれるっていうからどうしようかなって。150万月50万。ああ、月に50万。150万もくれるか。はあはあはあ。それで <laughs> ?150 万くれるやつやんか、どこにおんねん。うるせえ不正受給。うるせえ不正受給。<laughs> <laughs> <laughs> それで <laughs> うん。<の>うん。うん。うん。そう。だから俺は、うん、静岡県で、はい、配信しながら、はい、まあ、あの、仕事もして、頑張るか、はい。はい、女性の紐になりなって、はい。毎月五十万もらうかよ。はい。うん。どうしたらええの いや、知らー、うん嘘でしょえ、何それ、くだらなさすぎでしょえ、それ自分で決めればいいんじゃねえの何てか、それさ、らもらえないでしょ ?50 万もぶっちゃけ。いや、ほんまに金持ちなのこの人は。今泊まってる人の家そう。そういう人何やってる人なのじゃななえ何やってる人なの 仕事は言え、言えんだろ。なんで、じゃなんでそんな金持ってんの会社経営者。何の会社経営してんのんうんで、ここに、今、これ今、家おるんだけど、はい。そこは、言ったらもうあの、ただの一室。はい。ただの一室。一室はい。うん。うん。うん。だいろん、もうあちこちでも いろんな、いろんな家があんの。もうそれでわかる。さもう刺してよ、もう、ノっクんあんた頭いいやろ。いや、無理無理。そんな超能力者じゃないぞ、い俺は。いろんな部屋があんの。へえー、そうなんだ。すごいね。はい、それで刺して。え、で、月に50万支援してあげるって言われて。そ,れそんな、あの、うん、もらえないよあの、そういうのっていつか終わるからね。はっきり言うけど、あの、金でつながる関係っていうのはね、すぐ切れるんですよ、ぶっちゃけ。 であなたも心の底でどこか気づいているからこそ俺に相談してるんでしょ <laughs> だって堂々と自信があればね<ん>ずっと50万円でひも生活するわけじゃんでもここで働きかなきゃいけないのかなってうすうす思ってるってことはどっかしらでいや捨てられるんだろうなみたいなところあるんでしょ体だけでつなぐあのさノックンはいノックンあのね イコールでつながるの分かるかがりませんよ。あつながるよあ。つながりません。間違いなく、ま。間違いなくえ。じゃあなんでキャリーさんお金が払えなくなったあなた捨てたの何キャリーさんお金がなくなって捨てたじゃんあなた。キャリーは体も金も無理でした。わかりますかこれだから捨てられたんだよ。いや、捨てられたじゃなくて俺が捨てたの。わかる うん、だからお前捨てた側なんでその人からも捨てられるよじゃあ何その女性から捨てられるよ今度は全然じゃあ,じゃあ俺が女性から捨てられるうんだってうまいから大丈夫だわだってお前に何の価値があんのはっきり言うけどテクニックがあんもんあるわけねえだろあの AVJ から求められるんやで俺 いや、もういいからそういう。名前出していい ?AV 女優の。いや、ダメでしょんでくれ、ね、?AV 女優。絶対知らないから。誰じゃ誰なの言っていいうん。名前出していいお前の責任でね。YouTube 的に。お前の責任でね。うん。名前出すよ。え、誰後藤優は。青山優。<laughs> え、その二人と関係あんの何 その2人となんか肉体関係ある,のあ,るあるよ、やったよ、何回も。なんでつながるの、それは。何なんでつながるの知らんがな、そんな最新キャッシュで。ああ、もう絶対嘘でしょ。<laughs> <laughs> 絶対嘘でしょ、それ。キャッシュで。じゃあ、キャッシュ、ほんまだって。えじゃあ、今の連絡取れんの今うん。知らん。ほら 結局切れてるじゃん。ほら、ほらみーよ。結局切れてんじゃん。じゃあ、求められてないやん。ほらみーよ、ほらみーよ。今も連絡取れないっていうことは、もうね、お前なんか求められてないんですよ。何求められてないの。連絡取れない時点で。あ,あ、ツイート消されてるわ。はい。ツイート消されてるわ。ほらみーよ。ねほら、切られた。 さっっき言ったじゃん体の関係は切れないって切られてんじゃんはいロンパスクションあるであなたもいやもうそれ過去のものだからうんだら切られてるか体の関係で切られないか切られるかのわね議題であってもう今時点で切られてんだからロック俺最近さ、うん、ごめん俺正直言っていい何最近マジ ノックは俺に対して冷たくないいや別に冷たくないよ、普通やろ。えー、どうしてほしいの俺に。ええ、逆に俺に何を求めてる何よこれ、うん、何を求めてんゃ俺に。いやそ、そもそも何よはい。なはい。じゃ五50万の。うん。 俺はそう <laughs> ちゃんと相談してんえけど。聞いてるよ。50万円してもらうか、うん、あの、働くかでしょ。そう、どうしたらいいかなって思ってんの。はい,はい。それか、のっくんが、はい。のっくんリスナーが、うん、まああの、えっ、ー、と、俺の YouTube チャンネル登録してくれて、はい。1000人いったら、 はい、配信で、まあ、スーパーショットが飛ぶじゃん。はい。だから、お願いしてんの。スーパーナイスチャンネル。ああ、売名したいってことそう、売名、でも、売名にならんもんな、ノックンとかな。うん、何回もさ、行ってっけどうん。だって、お前、つまんねえからだろ。<laughs> つまんねえじゃねえや。<laughs> うん、おい、てめえぶっ飛ばしてやろうか、本当に。だって、つまんないから人来ないんでしょ。じゃあ、なんか、一興やってよ、一興 何？一挙やっやったじゃん今まで。今までやったじゃんあの前前髪のやつとか。つまんねえもんぶっちゃけあれ。やった今見直したでしょ。はい。前髪のやつとか。かはい。<laughs> はい、綿棒とかやったよ。うんあんまつまんねえんだもんあれ。め綿棒もつまんねえの？うんだってあれぶっちゃけさ配信に関係ないじゃんじゃあずっと綿棒やってんのじゃあ。 ぶっちゃけ、ずーっと配信でやるのが大事なんですよ。配信でやる内容を今ここでサクッとやらなきゃいけないわけであって、ずーっと綿棒芸を極めるわけじゃないでしょう。毎日毎日綿棒突っ込んどったら、ね、耳鼻か毎日通わなかよ。そういうこと、そういうこと。だから配信とあんまりリンクしてないから反映されないんじゃないかな。うん、ねえ、そう思うまあでも、まあでも、 うん、あのさ、もう美女出すわ。美女出していい美女横に。あ、50万くれる人うん。え、見たえ、でもそれは見た。いいのそれ <laughs>。いい。じゃ見してよ。え、ビデオツアーしてよ。んえ、ビデオツアーしてよ。<laughs> 今から、今から映るかあ、れなんか今、女性っぽい声が聞こえたような気がする。 あ、今なんか女性の声が聞こえね気がするわ。じゃあ座ってこっち。何、にじゃついてんだよ。じゃじゃあ,じゃ,あちゃうって。うん？じゃあ本当に俺のことが好きなんだって。ええー。多分。じゃあ本当に。なに違うとか言わんでね。ちょっとじゃあ見してよ。じゃあ新しい彼女を。見してよ。よかった。じゃあ座って。<う>座って。えー あでもなんか女性っぽいわ。うん、マジかよ、俺、嘘かと思ってたら本当なのかよ、これ。えぇ、<laughs> ちょっと待って。かかし待ってじゃないなんかしゃべり方に違和感を感じるの。<laughs> <ん>はいえぇ、待って。 何え <laughs> 待ってねえの。<laughs> まあ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 、まあ、女性はね時間がかかりますから。えー、はい映ったよ。だからあのビデオ通話にしてろってしろって。何ビデオ通話にしろって。映ったよ。は映ってるよもう。 いや映ってないってビデオツアーにしろってあラ LINE? うん LINE いや違うできんするえ,えちょっと待って待って待ってじ、うん、ゃああスーパーネスチャンネルでやってくれたらいいよそういう誘導の仕方 <laughs> 何 <laughs> そういう誘導の仕じ<ち>ゃあ <laughs> スーパーレイスチャンネルやん。そういうよいなしで。あ配信では出してるってことそう、今、そうそう。ライブ配信中だから。え、な、キャプチャーしていいのじゃあ。あ、いいよ。うん。うん。オッケーオッケー。これか。なんか、くるくるしてるぞ、お前の放送。ああ、映ったわ。何いやいや、見えないけど。映ってないやん。どこ何ライブボタン押してなかった。俺のミスだわ。 <laughs> ああ、映ったけど。ああ、うん、本当に女性っぽい方だね。<laughs> 女性っぽいと思じゃ、ひどくねええー。女性っぽい。ええー、これがえ。スーパーナイスさんに毎月50万本当に渡すんですか渡しません。渡します渡しません、ね <laughs>。渡しません。 私はせんって言われてるけどあある。いや、配信やから、こうやって言ってるだけや。何ね渡さないそうですよ。結局ね、あれだよ。まあ、寂しいからね、とりあえず読んでるだけでしょ、スーパーナイス君を。いや、配信やから、こうやって言ってるだけよいやいや、結局そういうもんなんですよ。うん。だって、お前にあんまり魅力ねえもんなって、<laughs> はっきり言うけど。<laughs> はい。<laughs> じゃあ、それだけね。<laughs> じゃあ、もういいよ。じゃあ、もう、ま前、用なしね。 うん働け政治働けじゃないってじゃノックほんであと俺さもう一個聞きたいんだけどせつなとかせつなとかジャックとかコアラとかわけのわかんないの喧嘩と使うやおるやんかあいるねあいつ最近うんいるいるんなの俺んとこにも最近来んねんけど誰がコアラとかせつなとかコアラさんは知らないね あの、ナイトとか。ああ、それは聞いたことある。うん。うん。うん。なんなんあいつらあの軍団。あの軍団は、あのー、寂しい人たちです。<laughs> 暇やねん。<laughs> あいつら暇やねん、言うて。暇やからね、誰かと喋りたいねいでそういう方たちです。うん、はい。あのね。<laughs> はいはい。うん。だん。だもう、ああいうのは相手てえへ方がええー、感じ ノックはうまいことは相手していく感じかな。どうなの知らん、それ自分でやりゃいいんじゃない好きうーん。うん、あれ <laughs> なんか知らんけど、アンチコメント来たわ、もう。もうお前、つまんねえな、ほんとに。責任取るよせつなさんから返信来たよ。俺、ナイスさんに呼ばれて一回しか言っていませんって言われてるよ。なんて。 俺、<あ>ナイスさんに呼ばれて一回しか言ってないんですが、あなたから呼ばれたって言ってるよ。んうん。はいえうん。はいうん、<laughs> あとまた嘘ついたの。だから、違うっ,つって言ってお前が呼んでんじゃん。お前が呼んでんだって。呼んだうん。お前が呼んでるしん,だる、うん。はあ 呼んでねえしな。うわ。じゃ、どっちかが嘘ついてるわ。うん。怖っ。もういいよ、もうあたでもさ、ゆうさんと、ゆうさんって人いるじゃん。うんうんうん。あの人と肉体関係あんのちなみに。ないわ。あそこはないんだ。え。ちょっと待って。何待って。んゆうん あるかも。えあるのええちょっと待って。言う<の><ー>うん。どこの言ういや、なんか不安な。そう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 。神奈川の言うそうそうそう。<laughs> <laughs> あの犬飼ってる人。何よ言ってよ。神奈川。神奈川の言ううん。 うんえ、あんの肉体関係何あんの,の神奈川のか肉体関係あんのちなみに。ふわっちゃアロハ。アロハっていう。山梨の言うだったら肉体関係はあるけど。あそこはないんだじゃあ。うん。神奈川の言はない。うわ、せつなさんから証拠来ました。うん、はいうわうわうわスペース来て上がってきて話ある。あなたが呼んでるじゃん。 わ何あなたが呼んでるわ。何でも相談一つ待ちに。<何> <laughs> あなた、<laughs> あなたが呼んでる。え、ね、だからだからま、あなたくっついたのあんた。何？いつから来るとかさ、なんか言ってたのに、自分から呼んでるじゃん。これ、せつなってやつもほんまチキン野郎だね。どういうことそれは。うん。マジで、マジでクソ野郎だな。 どこら辺がクソ野郎なのうん。なんか、うん、え、いちいちさ、そうやってさ、え、こういうことされました、ああいうことされました、え、先生、あの、先生、僕、あの、こうやって、殴られました、みたいな感じで、言いに行ってるやつ、うん、一緒気色悪っ。<笑><笑>それ本人に言ったら、本人に, <laughs> 本人に、ね。うん。<laughs> 本人に、ね、え、だから本人が今コメントしてんのやろまあ。気色悪くないえ、通話で言えよ、本人に。<laughs> いや、いや僕、こういうことされました。ああいうことされました。先生、先生っつって、ノック先生。ノック先生、<や>先生まとめてください。本人に通話でいいよ、本人に通話。あ、上がる、やばい、やばい、いやばい、やばい。通話できます。あ、<何>グループツアーできるからって、上がれますからって <laughs>、ね。グループツアーできんだ <laughs>。あ、やってもいいよ。<laughs> いや、俺も知ら,知らないからね、俺、そんなこと言って。俺、知らないが、また変な展開になって いやいや、俺、知らないからね、俺、マジで。うん。知らんからね。よいしょ。<laughs> うん。作りました。<laughs> いや、俺、ほんとに知らないからね。うん、よっ。 まあでも、ああいうのは本人に言ったほうがいいから、マジで。うん。ああ、どうもどうもどうも。そうもです。ああ、なんかせ、せねえ、なんか <laughs>、はい、うん。まあ、んああ<ー>、かか来ました、スーパーナイ言いがかり。はいはいはい。ああ、来ました。うん。もしもし、はい、もしもしうん、何この言いがかり。何や、言いがかりとかわけのわからんな。 なんかしたっけはいオランタンんかしたっけ違、えー、うとりあえずとりあえずかスーパーナイスクセツナさんから来たとか言ってたけどあなたが呼んでるんじゃんうんうんなどそさすがもうこれノッケ最終的にまとめていいもう簡潔にまとめていい短くどうぞうんこんなさジャックとかセツナとか なんかナイトとかいっぱいおるやん、ゴミクズとか、な、こういうさ、あの喧嘩とつかいわいっていうのは、正直思んないし、つまんないし、おわこんなの。うん、じゃあ、それ論破するね、俺、だとつかいわいじゃないんだから。だから、消えろ、お前ら、消えろ。わかった、うん、以上。うん、以上、つまんねえから。え、俺、喧嘩とつかいわいとやらじゃないんだけど、うん、つまんねえから、ループで。いや、お前が今、ループしてるわけじゃん。 何はい、どうぞ。何あ、お前のターンあげるね。はい、どうぞ。何てえんだけど。えぶつぶつなってるよ。うん。ケンとスカイワイとかやらじゃねえんだけど、俺。うん。何何だっけ何界隈なの何界隈なの界隈とか入ってねえんだけど。 会話では会話でななないんんさっき嘘ついたんちなみに。何よえ、なんか勝手に来て迷惑してるんだみたいな感じだったけど、自分で呼んでるやん。そこはなんで嘘ついたじゃあ、覚えてねえのちなみに、じゃあ、そんなの。こいつと絡みないないもん、ノック。いや、絡みしてたよ。いや、ライン e の連絡してたやん。 だから、y うとかのなんか、あの、あれで、なんか、絡みになったんだろご意欲なさすぎだろで、その時は何の,る何の件で、じゃあ、せつなさんを呼んだのちなみに。酔っ払ったのあ、y o の件じゃないせつなさん読んだのは多分 y うの件じゃないお前、コアラの情報欲しくて俺読んだんちゃんコアあ,あ、それもあったな。 それだろうだから、お前ら、お前コアラとか、セツなとか、はかなね、ユウとか、ジャック、えーうん、ナイト、ね、この辺のね、界隈はな、ほんまにな、あのあクソ界隈だから。<ー>いいね。てか、コアラ、そもそも俺、数年絡んでなかったのに、お前が呼んだんだろうだよ何のかしてんの、お前。それはごめん。なお前感じろよ、まジ。え 数年叶んでなかったのあ、センチなら関係ねえって言われて前。うん。自分のあたり見直すとスペース、スペースってやつな録画かなんかあんなあれ。俺一時間付き合ったんやでな、お前らに。へえ。ー。確かに。眠てのに。へえ。ー。そうなんだ。で、なんでこんなこと言われなあかんねうん。映画の人しよ、ゃって言のはええけど。目はガけんな、酒飲んで。 福山雅治の声に似てるな。知らん人なしっけ、ちゃんと。えいや、違う違う。今褒めたんやけど、今。うん、んな話しとらんねえって、でもうええか、この言いがか,かりは。あの、声はねしてるんですか、福山雅治の。だ、この言いがからもうええかって,て。一応謝っといたらせ、ねえ。福山雅治は怒らんで。 はいまあ、謝っといたらあかんでか。謝い,いや、ま、シャタイもいいっすよ。ああ、おらんすか。まあ、よかったねじゃあ許されて、じゃあ、言わせる。ごめん。はい。ごめんな。あ、はい、あ、よかったよかった。うん。はい。でも、せちなと、はい。うん。あ、聞き,な聞きたいこと、残っとったんだけど。<laughs> あかん。あれノックん,ん聞きたいこと、めっちゃ残っとったんやけど。何を聞きたかったあ 何を聞きたいのんその喧嘩と使かいわいが、うん、<laughs> どうなってるかを聞きたいいやもうねぇ、ね、俺は巻き込まれたくないからな、ねいや。ノックもそうじゃん。巻き込まれたくないやろお前は自分から言ってんじゃん。<laughs> んお前の場合は自分から言ってんじゃん。LINE して、うん。だから、うん、誰がどうなんか、誰がどうなんかって聞きたいよね。 からコアラってやつが一番やばいんかな知らんよ。うん。それノック。いんんはい多分ね、コアラってやつが一番やばいよ。なんか金持ちアピールしてるけど。コアラって人だけ俺知らん。<laughs> ちょうど。ちょうどその人謎の人物コアラだけは知らないわ。車3台持っとって、うん。 うん、なんか金持っとってどの子のとかまあどうでもいいんだけどまあ仕事頑張れよじゃあうんはい何仕事頑張れよ、ね、次の案件入ったのうん、次の案件入りましたえひどいわ何だひど<あ>いって,っってわ話聞いてるじゃんな何待ってなな何早くしてんと次の案件次の案件入ってないからあと何分ある いやもう10秒もない。9、8、7、6、5、4。もう切っといた。えー、なんだナイスくんめっちゃ緊急とか言って助けてくれって言ってたからさ。いやマジなん、何が今度起きたと思ったらなんか結構くだらなかったな、俺。これはさ、あのさくだらないやつやめてほしいんだよね。くだらないっていうか、ごめん、俺の言い方が,が間違ってた。そうなんていうの自分で分かっ てる相談みたいな本当に助けてとか困ってとかじゃないじゃん。なんか自分でもすでに分かっててみたいな。なんかそういうのなんか嫌なんだよな。うん、なんか答え知ってんのに聞いてる。あ、これだ答え知ってんのに聞いてくるやつ。これだこれ意味ないやん。答えなんで知ってんのにわざわざ聞いてんのみたいな。答え知らなくて教えてくださいなら全然いいんだよ。本当に。答え知ってての助けては意味が分からん。うん。 そう思わないか。あー、ちょうどコメント欄に谷口先生いたから。谷口先生。うーん。いたわ。うーん。なんとこの度谷口先生が生活保護取り消しになるかもしれないらしい。<laughs> 谷口先生。ちょうどコメント欄いたから。俺コメント欄見てないようで見てるからね。 うん。え、ガチであるんだね、取り消し。いや、なんかツイートしてたらしいんだけど。これ。え、そんなことあるんだね。ちょっと読むわ。ちょっと画質悪かったらすまない。うん。6月14日付で。はぁ、あ。弁明の機会の猶予について、あなたの世帯に対して生活保護法、 による保護に関して下記の処分を行う予定ですが、えぇ、ー、62条第4項の規定により下記の通り弁明の機会を与えます。なお、正当な理由なく出頭しない場合は弁明なき者とし、えー保護の廃止を行うことがあります。で、場所これね。はいはいはい。とある、大阪のとある某所に呼び出されるんや。うん。 予定される処分の内容。保護の変更または廃止6月30日。はは、やばすぎ。<laughs> えー、処分しようとする理由。えー、あなたに対して収入申告をしなければならないと口頭にやり何度も指導してきました。しかしあなたから自発的な収入申告がなかったため、えー、まあ、その第一条により、えー、交付し文面にて、 えー、開示請求を行いました。しかし、あなたは令和4年4月2日と5月8日13日22日に知人より金銭を借り受けしましたが、担当ケースワーカーから、えー、指摘されるまで当該収入を引得しました。 あなたのこの行為は法第61条と、ええー、まあ、なんかいろいろなもので、ええー、まあ、仕送り、まあ、収入を受領した際は、その都度報告がない収入を得た時から、遅くとも1週間以内にその収入について深刻なことに違反しているため。まあ、谷口さんはね、生活保護をもらってて、で、いろんなね、リスナーからお金を借りて、うん。 で、それをしかもギャンブルに使うみたいなことをしてたんだけど。で、それで俺の配信でたびたびね、もう話題になってたんだけど。<laughs> これガチのやつじゃないお <laughs> おー。すげえガチのやつだね。谷さん。へぇえ、でもこれ弁明したら生活保護でも結局、あれなのかな 受けれるんかなうーん。シェリコさんとピックの通報。まあ、そうだろうね。え、これガチなやつだね、これは <laughs>。予定される処分の内容。うわぁ。すげえ。谷口さんってあの谷口そう。俺の配信でたびたび話題になってたやつ。うん。うー、んうん。 4月と5月って誰いや、ピックンさんって人でしょうん。こんなん来るんやね。ついに <laughs>。ついに動いたか。うん。 おとなしくしていればいいもの。うん、弁明 <laughs>、うん。え、ちなみにこれ弁明したらさ、生活保護もらえんのほんとに気になるんだけど。うんうん、ふてくされて弁明に行かなさそう。いや、なんか弁明に行くか迷ってますって書いてあったよ。ツイートで。うん。 もうなんか弁明に行かなくてもいいや、みたいな。もうめんどくさくなってきたわ、みたいな。<laughs> らしい。形だけあ、なに弁明しても、もうこれ無理なやつなの、これ。<laughs> 形だけの一応のやつなの。え、じゃあもうなにマジで廃止されんのえ <laughs> <laughs> ガチで廃止うん、うん、最終通告ホームレスの誕生 <laughs> ホームレスの創生うんそうなんだね あ、じゃあ次の相談者いこうかな。これかけたらいいのかな。うん。あ、もしもーし。あれはいはい、もしもし。すいません、こんばんは。はい、こんばんは。すいません、んんお疲れ様です。お疲れ様です。なんかちょっと。佐藤慎吾と言いますけどね。佐藤慎吾さん、はじめまして。はい、<っ>大分県大分市の佐藤慎吾と言いますけど、あの、録音とか。 そんなもんいらんけん YouTuber かんか知らんけどさはいかしこまりました私あのはいで私あのノックというものでちょっとあなたとなんかトラブルになってる人ですかいや違うあなたじゃなくて俺がトラブルになってるんじゃなくて俺の枠でもうすでに終わった話なんですよこれああ佐藤慎吾さんも配信者なんですね はあ、僕も配信者なんですけど、はいろいろ昔は揉めて、そのユーチューバーにも載せられたことありますけど、関係ないんですよ、俺からしめたら。フォー、はいはいはい、うネームでしてるんで、僕。はい、わかりました。で、はいそのね、ノックさんね、はい、あのさ、あのー、ノックさん、別に動画とか、はい、YouTube とか、取、はい、らんでいいけん、はい これ、でもさ、DM で、その、K に対して K が、その、追加で困ってるって言ったかもしれんけど、はい、百歩言って。うん。困ったかもしれんけど、じゃあ DM で、じゃあ LINE が繋がって、うん、その、まあそれを、まあじゃあ配信でしようっていうのもおかしいんですよね。うんうんうん。まあ僕は、あの、<な>はい。うんうん 僕はあのー、配信中にいろん,んな人の相談を受けるっていうスタイルでやってるんでそしたらこの女性から、はい、ノックさんちょっと困ってて、はい、みたいな感じで連絡を受けたんですね、はい、うんうんキャスで出会った人からい<や>すいませんすいません<傷>ノックさんなんかいやいやいいんですけどすいはいえじゃあこの何さらし誹謗中傷キャスでされてますはいああそれどんなことされてんの ひだから例えば自殺するまで配信を続けるとかいう,そう,いうマジで予防、はい、配信上で言ってるだけの話ですわ <laughs> いやだめですよそれ言ったらいや、うん、配信上の話でリアルでもうその後来てないんで関係ないやですあとはあとはあの会うまでの、うん、あのあのあの交通の,あの通話内容を録音されていて、うん、それを垂れ流しされてるとか。 ああ、その配信者と会ったんですか女性の。会いました。へ、はい、えー、あったんだ。はい、あっていやだけ。だからね、うん、もう簡単に説明したら、もうイ、うん、は簡単に説明するとできないから、俺、はい、簡単に説明していいかな、K。あ、すいません。あじゃあ佐藤さん、はい、どうぞ、はい。で、その簡単に説明したら、昔からのですね、まあ、俺も含め、イ、はい、も、あのー、ピエロっていう人間がおるんですけど、

6年年ぐらい。もう6年だね。8年ぐらい。そんなに。そんなにもう。今回、K さんが被害にされてるのは、同期しピエロさんにされてるってことね。そうです。されとるんやけど、俺が、まあ、まあ、今俺が言ってるじゃないですか。あ、どうぞ、じゃあ佐藤さんどうぞ。同化しピエロの名前を俺が言ったじゃないですか。言いましたね、はい。言ったでしょ。 まあ、もう、俺は、俺の枠では、誰の名前でも何でも出すんですよ。はい。もう関係ない。何でも枠なんですよ。はいはい。大佐藤慎吾、フルネームでしてるんですよ。俺、大分大俺たちの萩原にいますけどね。萩原の佐藤慎吾さん。はい。はい。はいで、俺、昔から、その、喧嘩凸でも、リアル喧嘩寿者やったけんですね。はい。で、売られた喧嘩は、そのまあ、これ、簡潔に言ったら、 売られたけんかしか買わないですけど、売ってくるけん、だからまあこれマッチはいまあ、そういうスタイルなんですよ。いはい、誰も来たことないんですよ。はい面白くないんですよ。大手やろうが何やろうが。はい誰も来てないし、面白くないんですよ。はいで,でも、ネットとリアルをわきまえないけんじゃないですか、人間って。はいはいはい、言いたいことは分,分かりました。そうでしょ。うん、で、そこで、その K とそのピエロも、 前から知っとって、そのピエロがなんかいきなり好きって言い出して、最近になって。あ、この女性を口説いたと口説いてたんやけど、ケイちゃん的には、そのいや、それは昔から知ってるし、無理だよって言ってたんですよ。なるほどね。うんお友達だっみたいな。で、リアまあしましょうみたいな話でうんで。 まあお互いにもう昔から知ってるんで、うん、あじゃあ,、まあ、信用して、あ,あいいよっていうことで、うん、会った時にカラオケ行ったあまに、本人、足が悪いかなんか知らんけど、うん、まあ、男やったらしね、ビジネスホテル、段取っとくやないですかなるほどね、一応ね、カラオケぐらいの手だけど、うん、実はそこまで用意されてたと。うん そう、で、そこで、<あ>その足が悪いし、と、うん、止まるとこねえから、みたいな話やったけん。うん。が、うん、その、まあ、優しいんですけどね。はい。優しいけん。じゃあ、私んちの一部屋貸すけん、ち、言った。 言っっってしままたたことから始まったんやけどああそう金ああさんが一部屋空いてるからじゃあ来るみたいな感じで行ったんですか一部屋空いてるっていうかまああの寝る,寝るところそうですあのもう本当にあのあ狭くてあのつことでも寝るところがあればお願いしますっていうこと言われてあ,<ー>あの移動もちょっとあの大変なぐらい足が悪い方だったんですよなるほどねでまあその時間も時間だったし、うん 夜中だったんで、まあ、とりあえずじゃあ、あのうち,、ま、うちタクシーであの部屋はあるんで、うん、あの貸しますよということで部屋へ入れてしまったんですよね。うん、あ、入れちゃったんですかも。はいはい。で、はい、入れてしまったことで、その優しさにつけ込んでですね、はい。ピエ,道下ピエロがですね、福島のやつなんですけど、はい。で、そいつが、 その人の優しさにつき込んで酔っ払ってですね、えっ酔,っ払酔っ払った上に、その K 配信したらいいやんみたいな、うん、もう本人は自分の女としか考えてないんですよ。はいはい、自分が K のこと好きで、はい、K はそんなこと思ってないのに、俺の女ぐらい思ってたんです。思い込みのストーカーみたいなやつです。はいう でそでそで自分が1週間キャス番だったから私に配信してっていうことで私がその配信をつけたわけなんですけど、はい、そこでコラボ上がってきてもらった人にもこう絡み酒みたいな。 こう横からわわわわ言い始めて、はい、あのなんか不良団体の組織名出したりだとか、えー、なんか俺は金貸しやってたんだからなんかあの特定できるんだからなみたいなことを言い始めてちょっとやめてくださいみたいな配信中にちょっとで、まあ、その時間も時間でもう夜中で大声に酔っ払ってるしなんか大声になって110番した方がいいよって,ってそのコラボ者さんとかも行って。 言い始めてちょっと手つけられないとはいはいはいで私もそうあ110、の、番、ー、したんですよあしたんだはいそうですよねはいはいでしたでまあ、まあ、ノックさんはいそのちょっとその途中で悪いんですけど話の途中で悪いんですけどはいそのアウトロー系とかヤクザ系とかウヨ系俺強いんですよはいでその強い系なんですね俺はヤクザとかなってないですけどね はい、でも知り合い相当るしそういう世界をいろいろ知ってるんですよねはいだからそのまあヤクザも右翼もネット禁止なんですよへえそうなんだはいネット禁止なんですけど、はい、それをそんなこと言っとったらえその右翼処分されたはいいけど、はい、元ヤクザやってその波紋になったとかはいいろいろ言っとるけん え、お前どこの役でやったんかって話になってくるでしょ。はい。この間、他枠でそうと言ってたんですけどね、俺。うん。エル枠っていう、エルっていう女がおるんですけど、こいつもちょっとあの会話できないアスペなんで。ああ。はい。まあ、あなたけんそ、それで、そのピエールが上がっとって、いつまでも、俺の枠で終わった話をですね、いつまでも自分枠とかでしてるからですね。はい。はい ちょっと佐藤慎子さん、悪いんですけど、ちょっと女性の話聞きたいんですけど。警察が家に来てどうなったんですか、その後警察、とりあえずそんなん呼んだって来ないからとか、本人は大騒ぎしてたんですけど、警察が来ました、前いで、その後もその後もう引き取ってってもらって、で遠距離だったんで。 あまあ、5, 5、6時間かかる距離なんで、はい、うちとその方のうちが、うん、まあなのでちょっとまあ夜中だったから申し訳ないなと思ったんですけど、うん、あの警察の方が、もうあのラブホーまで連れてきますんで、俺は足が悪いからとか言って、騒いでたんですけど、それであの連れてってくれたんですけど、うん、そしたらもうその,そ,の日のその日のうちぐらいに、もうなんか、あのー キャスバンだから、ふわっちの方で、はい、なんか私のその、なんていうか、ひぼ中傷だとか、する内容の,、うん、あの配信をして始めたみたいで、うん、それを気づいた人たちから、こう、連絡が来て、うん、私もえっと思ってて、それが。うん あまりにしつこくやってたから、もう録画を撮って送ってきてくれる、しんごくんもそうなんですけど、うん、あのその録画を撮ってあの証,拠、ね、証拠として送ってきてくれて、はい、私もびっくりした内容だったんですけど、自殺するまで配信、ケガ<わ>自殺するまで配信を続けるとか、う<わ>ちょっとえー、って感じで、はい、ちょっとあとは、あとは会う前の、その、 普通の録音を撮っててそれを垂れ流ししてるとか最初から何かだ会う前からこうネタを作ろうと思ってきたのかなとかもう逆にそう,あのそういうことされたから何か思,思えてきて、はい、でやっぱ、あのー、怖いので警察の方には一応通報はしてはあるんですけど。うんはい で今回あの、ノックさんの方にも話聞いてもらおうと思って、うん、相談に乗ってもらおうと思って、シンゴちゃんにも間入ってもらったんで、うん、一応あの、ノックさんがこう聞いてくれるっていうことになったんだっていう話したら、うん、ちょっと待ってって言って、シンゴちゃんが、ノックさんとちょっと俺,俺も話があるからって言っすいません、ノックさん、あの <laughs> 今ちょっとバタバタで、ぐるャで、うんあの、申し訳ないんですけど、うん そ,そんなような今バタバタの流れでめちゃくちゃわかりやすいけどね <laughs> 話ははい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  <laughs> なるほどね <laughs>、はい、うんじゃあ女性からしたらもう同化けしピエロさんに粘着されたくないっていうことだよね そうですね、ちょっとこ,こ,こもう、逆上されると、だからいや怖いんですよね、うん。あとさ、家もバレてるしね、一応ね。とそうなんですよね。うん、一応、まああのー部屋、違う部屋とは言ってるんですけどね。う,ーんうん、なるほどね。で、まあ、うんはい、危ないからっていうことで、慎吾ちゃんがその配信上でやると、うん、あの、あいつ何するかわからないからって言って、今も、うん、あのいもう。 い,いっぺんちょっとノクさんとあの俺も話するからって言って、うん、あの急遽こうなんかぐるちゃんぐるちゃんになってしまってすいませんああいやいいですようん、はい、はいはいはい、はい、<laughs> まあ俺でどうしたいかっていうとじゃあ俺、うん、まあ俺がやることとしてはじゃあその道下しピエルに こんなね、脅迫、あなたがやってることは脅迫行為やからあかんでっていうぐらいしかね、言えないけどね。でもそれ言ったら、私、なんかやっぱ怖い、怖いですよね。なるほどね。うん。そこはもうお任せしますはい、どうぞ。くさんいいあのね、それそれを、もうそれ、やったら違法やからとか、いろいろ言ったって、聞くようなやつじゃないんですよ。うん、なるほどね。 会話ができるようなやつじゃないんで、うん、ノックさんところは嵐に来ることになるんですよね。いや俺は全然大丈夫だよ。うん、いや、荒らしてもいいんやけどその閲覧増えるだけやけどそれは。そう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 。まあそ,それはいいんですけど、うん、でも一人の女性がね、うん 本当に困ってるっていうことを考えたら、そんな配信はしない方がいいじゃないですか。それも分かる。え、だからもう全然お任せします。別にあの、何言わなくてもいいし、怖いなったら別に言わないですだけど、どうやって繋がったのか知らんけど、その、まあ、その、なんていうんですかね、俺から言ったらですね、はい。その、相談を受けるけど、ノックさんは多分、太刀打ちできんと思う。かぶせてくる。 本人がえ、ちょっと話してみたいけどね、その人と。いや、でも、かぶせてくるから、な、その、道芸スピエロの枠に行ったらいいんじゃないですか。い今、やってるんですか、その人。いや、やってるかわからんけど、道芸スピエロで出てくると思いますよ。フワッチはやってんの、今。あ、フワッチも、フワッチも、フワッチも、キャスも、道芸スピエロで、 なん、ね、かツイキャスは番になってるからそもそもできないんじゃないのツイキャスは 1, 1週間番だったんですよね<や>その時ちょうどいや今はやってないかな今は,今,は今私はブロックしてあるんでもう分かんないんですけどお<ー>ただあのまだなんかそのこの間の日曜日もそうやってあのタワークでまだガタガタま,まあ,あの私のことなりなんなり言ってて<ー>それを見つけた慎吾ちゃんが あのー、終わった話なんじゃないかっていうことを言ってくれたらしいんですけど、やるわけでね、や、はい、るわけで言ってたんですけど。はは、うんうん、はいはい、はいまあ、なんとなくわかりました。はいで、すごいノックさん、あのね、うん、俺も、はいろいろ頭は悪いわけやないけん、いろいろ考えてね、はい、その法律詳しいんで、はい、その証拠をね、 いろんな人間から、いろんな人間が勝手に送ってきてくれるんですよ、俺に。ええええもう俺の枠で終わった話なのに、こんなこと言ってるよって。はい。で、そこ空気入れるわけや、空気入れられるわけじゃないけど。ポンプですかはい。はい。ポンプね。空気ね。入れられるわけじゃないけど、証拠として動画を送ってくるけん、みんなが。うんうんうん。それをね、あの、 もう集めて、K に送ってるわけですよ。うん、はい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 。で、そこで、そのー、まあ、K にも何回も言ってるんすけど、うん、もうその配信上で言い合ってもしょうがないんで、うん、黙って警察にサイバーポリスもおるんやけん。うんはい、黙って警察に行った方がいいよって。はい、車のナンバーも、うん、あれ いや本人は高橋宏かなんからしいですけど、なるほどねちなみに、警察に行ったんですかあの通報、電話での相談は、はい、あの自分の地元の方と、相手方の,、はい、あの福島の方と、両方に通報はしてあるんですけど、うん、あのそのそ証拠を持って、そのなんていうんですか、あの相手がああの、まあ、警察側の方からは、うんあの あの平日でしたらあのサイバーなんですかそのサイバーポリスみたいな担当みたいなのがいるから、はい、あの時間帯にあの来れたら来てくださいみたいなこと言われてるんですけど、はいうん、まだそ,のいけてそれが行けてない。 状態です、うん。まあもう金だから配信する前にきなさいって言ってるのは。うん、まああ、まだ金曜日か。だからもうわーゃ今日の朝とかかな。はいはい。いや、まあ別に、金曜日でも、日曜日でも全然対応してくれるんで警察っていうのは。はい,はい。でもね、担当、たなんかサイ,サイバーの方が、あの、多分平日じゃないとね、平日の朝9時からまあ17時ぐらいじゃないとダメだよね。いやーもう先、先にね、あの電話しとったらいいよ。 うん、まあこの日やったらいけるけん、ちょっとお願いしますって言ったら、出てくるけん、警察って,ってあの警察に言っても、うん、あの相手の方にこうに、警察の方からこう注意みたいなこと。 あの行くとまたそれ逆上して来られるっていうのもちょっと怖いなと思っていやなるほどそ、ねうん、の前に、うん、そのバン食らうやろうし、うん、ね警,<あ>もう警察やなくてもノックさん、はい、ここはちょっと聞いとってくれないですか、はい、じゃあ相手の IP とかあのいろいろしとったら遠隔で違法かもしれんけどバン食らわせられるんですよはいはいはいわ、はい、かるでしょノックさんいろいろこう 頭良さそうやね俺が思うにはですよはいはいまあそれは IP とか分かればバン食らわせられ,られるじゃないですか遠隔でいやできませんよいやできるんですよそれができませんそれができるんですよマジでできるんですよそれを誰がやるんですかじゃあいやあのしたやつから聞いとるんで今あなたはそれを警察がやるっていう話でしてませんでしたいや警察じゃあ赤松に言えばいいだけの話じゃないですか 赤松ツイキャスの社長ね。ツイキャスの話、はい、<laughs> でし。警察が入ればいいだけの話やけど。警察はそんなこと執行できないです。警察の方が強いんです。日本の,の,の,のことをしとったら警察が言うんです。それをできなかったらツイキャスはできないんですよ、赤松はそうでしょう。そういうことなんです。そういうことなんだけど、ま,まあものすごい、うん。 ね、事件大量にあったりして警察なかなか動かないんですよね基本的にいや動きますねあの本人が被害者が行けば動きます、うん、いや動かないですよいや俺が例えばそうこ持ってけんじゃ、うん、俺が警察に行きます動かないですよそれは、うん、だけどケに送ってるんですよ全部ケイさんご本人がいても、うん、なかなかね進まないのが警察なんですよ、ね、いやあのね俺中懲役、うんあのー、7年も行ったんですよ 警察のことはよう分かったみたいな。何の犯罪でですか?。いろいろですわ。例えば。例えば。例えば喧嘩やらないやら小突いたらさ。来とんし。あ、現行犯は警察すぐ動きますよ。あ、現行犯もあるよ。そう、げほ,ほ、ほぼ現行。これネットのやつは警察動かないんですよ、実は。 いや、動くんですいや、動く手でやってるけど、動くで証拠があればね動かす方法としては、弁護士雇って、弁護士さんが刑事告訴ってやつをやらないと動かないんですよ。察はその場で起きた現行犯には強い,いけど、もうね、現行犯じゃない事件については、もう目っぱら弱い、もっぱら弱いんですよ、なかなか。いやいや、それは経験がないから、そういうことを言ってるだけの話よ。 いやあなたの場合、だって例えが現行犯だったじゃないですか。<れ>じゃあ、こういうネットのやつで何かあったんですかいや、ネットのやついや、言ったってさ、警察から相当関わってくるぜ、俺も。はいあんなあの、じゃ例えば、はい。じゃあ、出しますわ。あじゃあ、はい、L というやつと付き合ってました。はい、ね。で、そっちが警察はず走りました。はい。ね。 別に付き合ってるのにや走る必要はない。はい。いや、付き合ってるのにや走る必要はない。走るっていうの警察に行きましたっていうことや。ああ、なるほどいや。そういう用語をさ、分かってないでいろいろ言わんほうがいい。用語分かったほうがいい。そういう用語。走るって。警察に走りました。警察に言いましたっていうことやね。はい。わかりますはい、今わかりました。 うん、それを勉強してください。はい。ちょっと。はい。ね。こういう世界もあるんですよ。僕みたいな。世界もあるんですけど。はい。ね。まあ、ノックさんは普通の人かもしれん。はい、俺はアウトロー系の人ですよ。はい。そういう用語を覚えてた方がいいかもしれん。ああ、はい。うん。道下スピエロ。何言っとるか分からんになるけん。はい。結果、話した時に。はい。そうでしょ でも、K の名前はあんまり出さないほうがいいけど、それを出すは、もう俺の枠で終わってるんやね。他の人間が出しったらおかしい話になってくるんですよ。はい。そうでしょ人としての話をしてるんですよ、俺は。はいはい。おかしい話を。いや、んチバチバチ言うんちゃんえ、ノックさん、なんかすいません、なんかこう。いや、ボチこチボチ、っちやのそれがおかしいって言っとるんや。 はい、はい、もうなんかユーチューバーがなんか知らんけどさ。すみません、シンさんありがとう。シンさんありがとう。いやいや、うん、俺はな、あげられてもいいよ、ノッさん。はい。でも、K はメンタル弱いんでダメなんよ。うん、現に被害者やっちゃうん。はい。わかるでしょはい。まあ、でもあなたがなんかいろいろペラ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 言ってますけどね。え、K と仲いいって。 いや、そもそも、K さんっていう名前出しちゃダメです。いや、そもそも K さんって名前出さない方がいいんじゃないんですかそういう女性。いや、女性とかなんかそういう配慮をしてあげたらいいんじゃないいや、わかるけど、じゃあ女性って言えばいいんじゃないですかそれを出したらお前叩くぞって。お前ネットかなんか知らんけど、YouTuber かなんか知らんけど。 何に興奮しないでくださいよ、本当に。どうしたの、本当に。んでそんな興奮してんのどうしたの、しんごさん。どうしたのんで怒ってんのそう思うねんや、お前。YouTuber がんか知らないからパチ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 打ってる。暇ないんじゃない、今。いやいや、話聞いてますよ。 真面目に聞いてるんやったらパチ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 さあ、はい、ソコン歌たんでいいんじゃないいや,いやいや、あの真面目に話聞いてるよ。いや、そういうことや。真面目に話んいや、だから、ノックさんもなんか忙しいからさ。忙,忙しくないからメモしながら、重要なところはメモしながら聞いてるんで、メモって大事じゃないですか。メモしとんのやろ。うんいや、メモしとって、うん、じゃあさ、うん、あんた勉強しろとか言ってたでしょ。だから、勉強するためメモしてるんですよ。ああ、はい、じゃあさ、そのね。 はい、分かる勉強するためにメモしたん。こ、はい、れ出しとったら俺許さんげんな。はい通知取っちゃんげんもすでに。はい通知取っちゃんげん、そうだ叩くでよ、俺悪いで。はい。俺上がっていってんな。はい。だからあなたがいろいろ女性の名前とか言っちゃダメでしょ。相談者さんとかそういう感じで言わないいや、言っていいや。今上がってるのはケイなんやだからまた言って、だからそれを言っちゃダメでしょ。いや、悪くねえ。隠してれば誰だか分かんないでしょ、それだって。 話してるんだよ。うん、はい。この三人で話してるのに、うん、な女性の名前言ったらダメ。はおかしいんよ。ダメでしょ。裏で話してる3人。ラインで、ラインの名前で書いてあるんだからいいんです。それ。な、うん、じゃあ相談乗ってるにならんやそれを出してユーチューバーでもさ、ユーチューブでユーチューブに出して。うん、じゃあさ。 スイキャも出したらおかしい話になる。よ佐藤慎吾さん、あのそもそも前提が間違ってるんですよ、僕は。いや、前提じゃない。お前がな。はいいや、お前がまず、ちょっと待って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 、あの、あがあのあれよ、だからノックさんに今回のことはあの相談持ちかけて、そうです。いや、相談持ちかけた。でも、本人が DM から何か相談あるんですかじゃあ、DM でつながったやろ。 言ってるか、ま、いきなり LINE ですよ。LINE 出してる。LINE 出そうそうそう。LINE が来たが来た時点でさ、おかしいやん。どういうことネタにてるだけやん。ネタにせえだけやん。ネタっていうのはどういうことをしてるネタだけやろ。ネタっていうのはどういうことをさ生配信中だからね、配信外ではしないですよ、僕は。そう言ってますから。はい。配信外ではしない。はい。今、配信中な。 えそうですよ。あ、おらんけどな。何の配信しよう ?YouTube ライブです。<laughs> あー YouTube ライブ、うん、ああ、配信中で上がってる時点がまずおかしいんいや、女性にもちゃんと伝えてますよ、配信中でって言って。ちゃんとってますいそんなん聞いてねわえわ。女性の方言ってますよね、僕。ちゃんと。あ、配信上ですかって言ったら、そうですっていうことは聞いてる。ええ。あそうなん。ええ、<laughs> それをまず言わなな、ケイが。俺に。 うん、いや、言ったよ、しんごさんに。しんごさん言ってるしんごさん、言ってるらしいですよ、女性はちゃんと。どうでもいいわ、でもしんごさんが聞いてないですよ。ちょっとして間違えてことをしてるんよ今。わかるしんごさんが話さ聞かないつもなんですよ。でさ、3人で話してるのに、はい YouTube あ、YouTube ライブかなんか知らんけどさ、はい、なそこでさ、はい、な、

ネット上じゃん。シンちょっとちょっとちょっと。ネット上だけ。どうしたのしんシンゴさん。なん<い>でそんなに興奮してるんですか。いや、ネット上だけやん。うその心分からんの。んのはい。こうやってな。はい。こうやってしてる。女性の心をわからないの。はい。こうやってしてるだったらなんでなんで女性がねあの配信中だよノックさんはって言葉をそれあのちゃんと覚えてないの。 あなた自分のミスをごまかしてるだけじゃん、声張り上げて。誰がいや、あなた、慎吾さん。いや、聞いてねえじん、言っとる。いや、女性の方はちゃんと伝えてるって言ってますよ。だからあなたのミスでしょ、じゃあ。聞かなかった。聞かなかった。あなたのミスでしょ、じゃあ。頭がおかしいんか、お前。いや、慎吾さんが聞かなかったから悪いんでしょ。お前は YouTube でさ、なんか、あの、金がもらえるぐらいの YouTuber やろうん、そうだよ。そうですよ。しょうもねえって。 シンゴさんが女性からのちゃんと会話を聞いてないんでしょじゃあ女性の心分かってないのはあなたでしょっ女性の心分かってないのはあなたじゃん。だって女性は全然聞いてないんだもん。え、ネットで金もらってんのはい。そういうことやろはい ネット上あネット上で金もらってるの ?YouTube で金もらってるもらってますけど、それは何か悪いんですかちょっと待って、あの、中さん、本当、申し訳ない。いいいです。どうしたの、信五さんなんでお金もらっちゃダメなのえ、なんでわわざと。分かしてやるわ、お前の枠を。なになにお前の枠を今、かしてやってる。わかるかかしてやってる いいいやですよそういう配慮別にいいですよ私人やってるってそれじゃ女性のこと配慮してないじゃん本当に女性の気持ちを考えてないじゃないですかじゃああた女性のこと考えてないそれをな今 YouTube ライブでさ来てるお前の方が考えてないいや僕ちゃんと言ってます例えば配信外中ですよとかだったらねあれだけど俺ちゃんと配信上でですよって言ってますよちゃんと。 はい、見ない。だから。ない、どうした、慎吾さん。ちょっと、うん、自分のミスを。ね。人の心っていうものを。ごまかしてるだけでしょ、慎吾さん。わかるよ、その気持ち。ね、あなた。自分のね、ミスを。分かった方がいい。そう、いや、分かって、分かってるからこそ、で、俺に図星を突かれて、声張り上げてるんでしょう。分かって、対人関係なんか、特に分かってない。声張り上げてるじゃない。興奮してるじゃない。最近だけ、分かってない。そうやって、あの、ごまかしてるんです。よ自分のミスを。 何をま前何のミスのね例えば今配信中だよっていうことを聞いていなかった。っああああ聞きましたよ。聞きましたから俺が言っ聞いたのどっちさっき聞いてなかったって言ってたよ、女性から。え、配信中いや、それ女性からは聞いてないって。ほうほうほういや,いやいやいや、いやいや、<え>あのいや、言ってねいや、はっどういや、配信中。いや、言ってねえよ。いや。 あの配信だから、配信上でしか話をあるんな。女性はちゃんと、だからそうやってほら、今、女性がしゃべろうとしてんのに声張り上げてしゃべらせないようにしたでしょ。あなた、いやいやひどいね、ちょっと。なあなた、<何>ひどい、ね、女性の心、全然わかってないじゃん。いやいやあなたたちも声張り上げたらいいや なだから今せっかく女性がしゃべってるのに声張り上げて黙らせてたじゃん。んそういうところが女性の心分かってないんじゃないんですか慎吾さんどうしちゃったんですか慎吾さん。あなたもなんか同期誌ピエロさんとやったこと同じです相談事の前にさ、うん、お前がな、うん、あのー、相談事ネタにしとるやん、大体、うん。 前提としてはそうですよ。だから前提としてはそうですよ。すよ配信上でやってるからね。いや、そこはおかしいやろいやだから配信上でやってるって公開してるんだから、それでも承知で女性が連絡してくれたわけだから。わ<や>かる<や>それを承知で連絡してるわけだから。やっぱりなんでそれを承知するかっていうと、やっぱり警察も正直当てにならないしってことでね、弁護士雇えないしってことで。 だからしぶしも来てくれてるわけですよ。うん。わかるちゃんと女性はわかってますよ、ちゃんと、そこら辺も。女性はちゃんとあなたがなんかこの問題を変に大きくしてるんですよ、慎吾さん。落ち着いてくださいいやいや、お前がな、終わった話をな、繰り返してきて、お前がなって言うけど、僕は女性から来てるんで。あのそうそれは私があれなの。 あのノックさんにあの相談を持ちかけたから、自分から、じゃあどっちからつながったん、ノックっていうやつが来たんやろ違う違う、だから相談枠でやってるから、ノックさんに、あの私の方からあの相談って、それ、シごちゃんに話したよね、確かに。女性からちゃんと説明されてるそうですよ。 女性ちゃんと説明してるってあなたがちゃんと聞いてないんじゃん人の話をだから今イさんからって今言って,大丈夫言ってたやんけもう女性からってとろちゃ、うんしはいだから,私からあなたは今そういうしもちゃん言ったでしょノックさんがそういう相談枠とかやってる人だから私の方からその相談の LINE のところにあの相談を持っていったっていうこと、うんうんうん、あラ LINE?LINE でつながったのはイからやったん、うん そうだようんだからその相談枠の <laughs> そういう相談枠やってるノックさんという人がいるからそこに私はノックさんの LINE に相談を持ちかけたっていうふうに話してるんです D.M から繋がった D.M なんて一切言ってないから。何言ったの？D.M なんて一切言ってないらしいよ。新子さん。何言ったの？新子さん。あなたあなたの妄想ですよ。新子さだからだから新子ちゃんがあれじゃんあのラインでラインで繋がったんだからあのグルグルちゃ違う。だからそこであの新子ちゃんがあのグルちゃに。 グルチャニーさんを入れて。いや、もうだから聞いてよ。聞いてあの、ちょっと。聞いてあげて、女性の話。ね、女性の心の話はおかしいなるやろ。はい、違う、だから、あの、空気じゃない。空気じゃない。私はだから、もう女性はちゃんと真剣だよ。女性の話聞いてあげて、慎吾さん、ちゃんと。

相当せこいの。なんで本当のことじゃん。いや、てる。普通の話じゃん。どこがセこいのどっちからつながったんかっていう話をしたよな。いや、どっちからって、だから相談を持ちかけたのは私だって言うそういう話やったけん。相談したんよっていう話やったよね。さっき言っとったやん。だから、相談を持ちかけたのは私だって言ってるじゃん、しんごさん。いえ。 そういう相談枠を。だから、違う違う、違うそういう相談枠をやってるから、私から相談を持っていったんだけど、その返事が来たんだけどっていう。いや、そんなこと言ってねえや。いや、ええ、もっと責任を。女性はちゃんと言ったそうだから、あなたのミスなんだって。ちゃんと言ったときえお前がな、お前に言ったことなんか聞いてないよ、俺は。わかるはだから、呼んでこいよって、グルチャオだ。 俺は作るから、じゃあそこで呼べよって言ったんやって。だからそこでもう分かってるのは慎吾ゃん。私がその、何を分かる ?LINE でつながってたの。何だ本当の話どうなんかわからんことになってきたわ。いや違う。だから慎吾さんは勝手に勘違いしてるだけなんですよ。いや勘違いじゃない。ちゃんと話を聞いてあげたらいいんですよ。お前本人は言ってない。もう言ったね。引き出して言ったや話やったんら。 何だって信五さん,んな何て何て言ったんわじゃあ何で作ったのグルチャを。んなえ何で作ったの今配信中とかも聞いてないしな。<laughs> いや、女性はちゃんと伝えたって言ってますよ。<laughs> いや、伝えたって言っとって、じゃあ女性の味方になるんかお前。そうだよ。俺が言っとる。そうだよ。俺女性、俺女性の心を知ってるから、女性。俺がこれ作ってるんだって。 はい。女性の心、お前おかむな。いや、男、男、男。しょうもない。あなたが言ってたんですよ。俺は女性の心が分かるてあなたの言葉を使ったんですよ。大丈夫か行けるかお前。はい、しょうもないな。あなたの言葉を利用させていただいたんですけど。住所とか教えたけど、お前どこにおるん。東京。東京のどこなんですか。え、なんで教えなきゃいけないですかいきなり。ああ、教え切らんのや。な教え。なんで教えなきゃいけない。俺でもしてないけん。 結果でもうど男としてじゃあ、成平で、東京の成平です。名前は田所浩次。東京都のね、成平です。田所浩次です。はい、言いました。田所浩次っていうの。で、東京の成平です。そういうとこあるか知らんけど。 ありましたよ。はい、なんか、だから、すいません、本当、あの、しんごちゃんも、あの、のっけ。<回>僕は全然いいんですけど、ちょっと女性の話を。聞いてあげてくださいよ。はい。なんですか。いや、のび太な。はい、でもな、俺聞いてなかったやな。配信中とか。はい。あ、そうだなの。いや、配信。うん でも配信上でっていうことは確認、ししあの確認、確認取られてるのね、<や>私は。すませんうそうそうそう。うん、あんな、あの、のくちゃんな、うん、あの、俺はツイキャス中かと思っとったんや。ツイキャスじゃないですよ。YouTube ライブですよ。すいや、ツイキャスしてねえやっていう話で、うん、ああ、じゃあ、俺がグルタ作るけん、そこに、のくちゃん呼んで。もう話終わって話をな、ぶり返したってしょうがないけん。そうやろ 終わってるんよ俺。俺の枠で終わってるのに、二人がぐちゃ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 ずーっと言うんよ。二人っていうのは。俺の枠で言ったこと何やったんって話やっけ二人っていうのは誰と誰ピエロとこの女性。同義ピエロと K。はいはい。お互いにな。はい、で、K には俺はな、あのーうん、証拠をな送ってるんで、ね。うん。ね。うんそのー動画とか、 うんそう。ピエロは、なんかあ。あ、つまり、焼きもち焼いてるってこと、慎吾<あ>さんは俺に。違う違う違う,違う違う違う。うん、あんな、やきもちとか、どうでもいい。俺に相談してたのに、ノックにも相談してるから、ムカうってことですか、それは。違う違う違う。あの人として、違うやろっていう話をしてる。うん、人として、違うやろ。え、じゃ、うん、ね。なんで、終わってる話をさ。うん、もう、こんなに。 あの、拡散していろいろなってるんだってそもそも終わってる話なんて知らないですし女性からちょっと困ってることがあるので助けてくださいって相談きた相談きたんでで、それでじゃあ通話しますか詳しく聞きますよっていう流れなんではいどういうこと何？にやけんに言っとるけどな俺、あなたさ、し俺が喋ってる時に喋っちゃうじゃんだからこういうミス起きるんですよいいいいあのー、バレてるんやのやられてるんやん あなた、<俺>あなたね、な,な何<っ>やられたらいいやんって何の話え、何の話やなんってさ、うん、警察走ればいいだけの話やん。そういうことるいやろあ事件が起きてからじゃ遅いでしょ。 いや、事件起きていいやん。本に教育行けばいいだけの話。ダメでしょ。事件は起きる前にしていなきゃ。たたいい起きる前、るそれやっぱり女性の心分かってないでしょ。あなた、女性の心分かってないじゃんじゃん。いや、分かってるやん。それは男性だから言える話ですよ。それは男性だから。女性は怖いんですよ。事件が起きてから動けばいいじゃんって言うけどね。いや、は怖いんですよ。な,もってない、はいね。悪さ、<laughs> アウトローもしてない。<laughs> そういうだけの話やろ、うん、はい。知らないんだから、いろいろ言わんで、ね。<laughs> 言わんでこれ平成の15年がおらんかったけどな。はい。<laughs> だけんなんなお前。はネット上でいろいろ口ばっかりで言っとったってしょうがねえやろ。それはあなたでしょ平均とリアルやろ。それはあなたでしょそれはできてないでさ。はいろいろさ。じゃあ YouTube ラ,ライブか,何か知らかしなけどさ。いろいろ言葉でいろいろ。 ペラが回るかもしれんけど、ペラってな、しゃべりな、回るかもしれんけど、そんなことしてんじゃねえって。はい。わかるしょうもないよ、男として。はい。人としてしょうもない。あなた、聞いてないねん。ブーエなんでしょ。ああなた聞いてないよ、俺のこと。ブーエなんでしょ、それ。ブーエなんあなた聞いてないよ俺のブーメランでしょそれあブれ俺なんか平成のまあもう俺はアウトロッケやけどな。俺もほぼおらんけん。教育に。うん。リアル。

うん行けるんかまあ。だから何を行ける主語がないからわからないんだって行けるコンビニですかな。行き合ってもしょうがないっていうことどこに行くんですかもう終わってるんやけいろいろそれにはシンゴさん僕の質問わからないですどこに行くんですかって質問なですかその前にお前がないろいろピエロに言ったってお前はピエロにやられるだけやけやめとったほうがいいはぁいやもうだからシンちゃんこんな俺でも話にならん相手やね。はいうん。 ノックちゃん。はいこんな俺でも真面目なことを言っとっても話にならないアイティで。いや、あなたが話になってないでしょ、今。だって女性の話と全然違い,いなってね違いますもん。意思疎通取れてないですもん。いやいや、あなたミスしてたじゃないですか。あなたミスしてたじゃないですか。女性から聞いてなかったじゃないですか。 女性が配信中だよってちゃんとね伝えてるのにあなた聞いてなかったそして LINE でつながったって言ったのに勝手に DM に脳内変換していた聞いてねえから DM なんて女性は言ってないのに勝手にね脳内変換したどうですかそこら辺ははいでそれで任せようとしてる任せようっていうかだって女性がそう言ってるんですよ女性の意見を言ってるんですよお前わかんからそんなんで そんなことをなもう女のことをな、うん、真剣に受け止めてさ、うん、な俺は聞いてねえっちゃうのにいや聞いてたやろーってお前上から目線で言っとるやろえ女性が言ってるんですもんだってネットネットでさその YouTube ライブかなんか知らんけど、うん、それでわくのかわかんないのじゃあ今何人見てると思ってるんですか

クア,クアリスのマンコってない。シ,アシラリス。ま、シラリス。シラリスのマンと信号は出さんのかって。何を言ってるんですか <laughs> あそんなことも知らないんだ。知りませんよ。そう、しょうもない。じゃあ説明してくださいよ。シラリスのマンコって何ですかじゃあシラリスを教えてください。い<や>何ですかシラリスって。シラリス、シラリスね。うん、飲んだらね。うん。あのー、ま、あ20時間ぐらい、ぶっ立ちや。 ああ、そういう性欲の、そういう、なんか、あれですかバイアグラやり強いみたい。ああ、俺、そんなの使わなくても立つんで。え、立たんやろ、俺、俺な、俺は垂らしてやるわ。逆に。い,やいいいやっす俺さ、40、もう今年4月で44になるけど、はい。毎日朝日するで。はい。相手がおらんだけ。はい。<laughs> すいません <laughs> あシンゴさん、ちょっと何をっていや、そこはなんか突っ込まないといんとこやいや、ちょっとそこは何か突っ込めい, <laughs> いや、ちょっと何を言ってるのかなっていうちょっといや、ノッキちゃん俺嫌いやないんだよ嫌いなの。そこか突っ込めはい嫌いじゃないっはい。 じゃとりあえずどうします女性の方。別に僕からピエロに行ってもいいですけど。いやいや、もう大丈夫です。大丈夫です。ありがとうございます。いいです。僕はちゃんと相談者さん優先するんで、相談者さんがしてほしくないっていうんだったら別にしませんよ。あはい。もう今回すみません。本当申し訳ないんですけど。ああ、でもやめとった方がいい。かしこまりました。もうやめとった方がいいってもう流れちゃってるみたいだし。いや、どっか、どっか、おっとったら俺が行くんや。はい いやあのもう、もう、しんごちゃんとあんまり名前出さないで。あの、ノックさん、すいません。まあ、また何か言ったら、何かあったら言ってくださいよ、別に。はい、すいません。ありがとうございました。うんごさんもね、何かよくわかんないけど、人の話をちゃんと聞きましょうね。いや、あなたもね。俺、聞いてるでしょ。いや、聞いてない。 るどううたらこ言ってちゃんもとわからないことは聞き返したでしょ。走るとシリアスとか。本人が、な、あの、こと細かく言うけん、俺が簡潔に話していただけや。はいはい、じゃねんで、それが、それが間違えてたんだって、それが。何それが間違えてるんだって。間違えてねえよえ えな,なんか、んごさんとちょっとしんごさん、んごさんと通話したいって方いるんですけど、えじゃあここに入れてるんやん <laughs> あ、ここに入れていいんですか入れていいんですかいいでうんここそれとわっち,ゃうゃないちょっとしんごさんにどうしても話さなきゃ、話したいことがあるえのクさん,ののさんど、どこの配信でやっていいんですかこれ、今、YouTube ライブでございますよ。え、それは。 わ、ねうん、YouTube ブライブって言うてそれを初めて聞いた、うん、結果俺に言ってなかっただけの話、ええ、私も YouTube その場所はわかんなかったけど配信上でっていうことだったから私はキャスであのノックさんのことキャスであーそこはごめんねごめんねそこはごめん,んじゃあ <laughs> そっかごめん俺配信中配信上でツアーできるかとしか言ってないからなるほど配信サイトまでは伝えてなかったわあ、はいはい、あーだけどね はい、俺も走んどいておるんかなって思って見たらおらんけんさそう、追けさえはやってないですあ,ーよあ、そうだからついあーはいはいはい、うん、追けさえやってないですすいません、なんかなんかあの、うん、ごたごたタなってしまって申し訳ないですいや、こちらこそ何かえ、誰か話したいんやろ話したいってこれど上げたほうが面白くなる、ね、面白くなるっていうかいや、なんか聞きたいき友達の正体いやの YouTube ライブが面白くなるやね。<laughs> ありがとうございます。<laughs> わざわざ心配していただいて。いや、そっちの方がいいやろ。せっかくしてるんやけん<あ>さ。しんごさん、お優しい。いや、俺大体優しいで。あっと。いや、怒らんけん。もうネット上とか YouTube でも怒らんけん。俺めちゃくちゃ怒ってたけどね、さっき。<laughs> いや、本気で怒ってない。ああれは演技ということですか。 いや、演技じゃないよ。面白がってるだけ。ああ。演技ではない。面白がってるだけ。あ今あの一応入れたけど、これくるのか。くるこれはなんか、しんごさんにだって。うん。まあ、別に大丈夫ですよ。女性の方もう、あれなら。うん。ありがなうんざいます。すいませんでした。ありがとうございます。またなんか困ってて、ね。はい。 ってたりねえなんか信号役に立たないって思ったらいいあ来ましたはいってくださいはい失礼しますはい失礼しますどうもー、はい、はじめましてな謎の機械音聞こえてるけどもしもしもしもーしはじめまして佐藤慎吾と言います佐藤慎吾さんいるんだよわざわざあなた な歯医者やら者、の治療中ですか、これ。<で>歯医者の治療中何この BGM は。何の音、これ。んの音、これ。ちょっと待って。<laughs> ちょっと待って。相席食堂。<laughs> おい、ちょっと、何 <laughs> どうしたの <laughs> なんか、ずーっとピーピー言ってるけど <laughs>、これ <laughs>、喋る気ないの ちょっと声が聞こえないですよ。あ、今静か。今静かになった。はい。喋れないの聞こえますあ、聞こえましたよ。はい。聞こえますよ。あ、マイクは、マイクがおかしいかも。あ、今治ったんで、じゃあどうぞ。はい。えっと、しんごさんという方九州の方でしょう。あ、そう、そうやろ。うん、り方やあんたね、あんたね、うん、そのね、 無に入ってたとか、そういうこと、私も入ってたことあるけど、うん、そういうこと上わんういいよ。いや、関係ないよ。そんなこと関係ないよ。知らなくないよ。役者知り合いとか、よく知り合いとか、そんなのは自慢になんない。いや、自慢じゃなくて、俺のお点を言ってるだけよ。ね、それで、その人は、ね、そ,れはのその人は、知ってって、お前。 お前っ,って私の方が女性なんだけど。あなんた何ハングレー <laughs> ハングレーハングレゲンなんか。やがたたどり着けるぞ、<laughs> お前。しょうもねえな。<laughs> <laughs> だけなんかって。いろいろ知ってるけど、なんかって。なんだあおんならな <laughs> ハングレーとか言っとるん。だけ,何だけなんか。だけなんか、お前を潰しに行くぜ。 お前ボクボク、僕も一件。俺、女やろは、男やろ、関係ん。も男も持っていや。私は乗や。酒飲みたいで、来るんそしたら、おごるで。もともと、ひし形の会長の。うん、私は、おじさんがひし形の会長でした。もう亡くなりました。だから、ひし形おじさんがひし形の会長。だけんなんなん お前自体は何にもなってねいやおじさんのな、権力に、な、あんまそういうことしとるんやろ。しょうもないって、そういう人生やめる。私の周り、しょうもない人生やめるって。みんな私の周りを見,見守ってくれてる人間がいます。だから、父方、じゃあ誰も持っとんけん。みんなが守っとっただけや。 自分自身で言ってる。自分自身で言ってよ守る。守ってるんじゃない。現在もそうだよ。え<あ>お前みたいなハングレッ違うんだよ、こっちは。いや、ハングレやねえ、ただの、な、お前自体はさ、ただのさ、な、人間やろ。何言ってるのおじさんが、やってただの人間。だけんなんただの、じゃあお前だったちの人間じゃ。え なん違うのかノ奥クさんにね、そんなんね、あんたね、あん<れ>子のボケを出し、てみらや。しがたの上やろ、上出してみらや。はいや、のてるよりや、だせらら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 んらら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 っらら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 らてんの？らら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 んららえらら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 ら YouTube ライブやろま、あいけるんだこれ。どうぞ、ご勝手に、うちは全国にいます。全国にいます。姿方の誰なんですかいけるんかって。仕留めりいいじゃん、ウィキペリアンってっから。知らん。ま、あま、落ちがいけるかいけんかの話をしてるん。結局ね、女性は何を聞きたいの、この男性に。だから、9 ねっどうするんかなって俺は思ってるんじゃなくて私聞いててノックさんが一生懸命女の人がかわいそうになったのよ一生懸命相談にいやいやお前黙ってろっつんだよぺろんペロンその前にお前のお父さんがおじさんはあの7時半だろぺろんぺろんぺろんんろ 私はノックさんで話してるの。言い方出したぞ。あのヤクザネット禁止なんでね。わかります？<laughs> お前ハングでだろ。ハングで。高がハングで。大丈夫。高がハングで。ハングで。高がお前はタテの娘や。大丈夫か。ほら。大丈夫かって。タテの娘やけて。大丈夫かって。うん、それをな。 あの俺、ー、と一緒にしてほしくないです。いいよに利用してんじゃねえよお前こらグレと一緒にしてほしくないってだけ。何がお前、ゴミで、本当に。親父のな、親父とかおじさんの権力をな、あのー、使ってさ、いろいろ言うやつ、ゴミで。大丈夫か自分でちゃんとしろ。うーんしかも、そんな、厄になれねえから。うん じゃ私、ノックさんちょっと話があるんだけど。何俺に俺にですか何だえ、そうそうそう。ノックさんはいいけど、お前、俺に話があるじゃん。そう。そりゃ、信吾さんに話あるんじゃない結局。なんだけど、ねおかしい話になるやん。え、信吾さんに何を聞きたい父、通って。父の話聞かない。え、信吾さんに何を聞きたいはい、どうぞ。 奥さん私、話聞いてて、その女の人が、ノックさんに筋を通して、ね、こうやって相談に来てるわけじゃないですか。それで、それでノックさんは、じゃあ、配信外ならいいよって伝えてるのに、なんでわちゃわちゃこの人だけこのいが言ってんの配信中ならいいよ。いいどうぞ。 あのね、ノックさんはね、はい、あのー、まあ、女の人が、その、YouTube ライブしてるとか、ね、はい、今、ツイキャスしてるんかなって思って、俺は見てたんや。見て、こう、通知を取ろうと思ってね、はい、してたんやけど、はい、でもしてなかったけんね。うん、そこは YouTube ライブしてるのは知らんかったよ。俺は。うん。っていうのは、こう、相談突つっていうのも、

それはね、本人がね、その、じゃあ,あの、ノックさんがね、あのーうん、YouTube ライブしてますよーとか聞いてね、じゃあ、グルチャ作るけん、ちょっとノックさんじゃあ、何あの子が嘘をついてたってことじゃあー、ちょっと待ってて。ノックさんに、な、ノックさん、じゃ俺はグルチャを作るから、これ俺のグルチャで、悪いけど。うん、で、そこでな、あのー、ノックさん、ちょっと3人で話しようっていう話になった、うんや。 うん。わかるで、そこでノックちゃんが来たんやけどね、そこで話しとったら、もう全然違うやん。K とね、俺言うで、全然関係ねえ。K とね、ノックちゃんがね、話を違ってきん、俺に言うことが。はあ、じゃあ、あの子が嘘をついてるってこといや、だけどそうやん。俺が言ってる。えー、だけど俺がネット、めえ、それはないでしょう。 俺は、ックさん証拠ないの言ってたやん大丈夫ノクさんは証拠はないのまあ証拠のそのやりとりの。二人の話だからねあのあの。YouTube ライブで、その、なんちゅうのやりますよっていう、このスクショみたいなのはあるんでしょ証拠は。ああ、それはありますけど。 い答えっていうのは、慎吾さんは、なんだっけ、うん配、配信中なのか、配信中じゃないかを伝えてるか伝えてないかの話であって、それはもう、女性と慎吾さんの話なんで、正直、まあ、水かけ論かなっていう。ああ、そうそう、わかる、わかる。それはわかる。ああ、うん。んで、証拠はないですね、うん。そこはわかる。ああかるただ、彼女、私は、彼女、すごい悩んでたと思うのよ。 でも、ややも俺が、俺が、いろいろしてるんで、うんうん、その前に。いや、俺も、もう、でも、もでも、自分の中でしっくり来なかったから、ノックさんに相談したんじゃないの知らんけどね。なんで他に相談するんち。そしたら、いろいろね、そっから、いろいろ広がるんやけん。なんでそんなことするんって、俺は言ってたよ、さっき。 このグルチャ作る前から言ってたでグルチャとか関係ないけど、うん、誰作ったとかどうのこうのとかいやグルチャがねかったらあんたはおらんなきゃん何を言ってるの俺が作ってるの俺あるまあでもちょっと慎吾さんがやなんか相談ノックにもしててでちょっと焼きもちが入ってるのかなとは若干思いましたけどいや焼きもちじゃない焼き餅やあのねノックじゃんね、はい。あの焼きもちや俺はね ちゃんとしようって思っとるから、追イッでもそうだけど、それを起こしやるってはっきり言うし、はい、誰やろうが、お前なんかおらん嘩て売られたら喧嘩売る。わ、はい、かる、はい、俺からは大体喧嘩か売らないんや。ノ、はい、ックさんはそういう相談をして、相談に乗ってあげたりとか、いろんなふうにしてあげる配信のスタイルなんですよ。かだから。 そこで、K がね、ノックさんっていう人あとつながったんだよねえ、そこで、もう終わった話をなんでそんなことするんって。俺は言ってたん、さっき。じゃあ、彼女が嘘ついてるってことえ彼女が嘘ついてるってことい彼女が、その、もう、俺の枠で終わってる話 俺のツイの枠で終わってる話をさ、さっきなんか聞いてたら、YouTube 相談してる時点がおかしいやろ、うん、?YouTube ライブで、その、ライブ中じゃないとできないっていうのも言ったっていうふうにさっき聞いてたけど、それもじゃあ嘘ってこと彼女が言っうの。いや、嘘やろ。俺 YouTube ライブ分かっとってさ、別にもう、俺ってアホぐらいな素直やけどね。 いや、本当に、青ぐらいのつないおじゃん。それをわからない人は、大谷に来たらいい、一緒に飲みに行こう<ん>そういうことや。うん、なんか、女性と飲みたいらしいですよ。いや、女性じゃん。男でもいいんや。男の方が面白い。ああうん。男同士の、面白いわ。あと、なんだっけ。で、女性は。何。まみ姉さんは、何。えー、っと、刑務所の話をしない方がいいってことも、伝えたかったのね。じゃあ。あまみ姉さん。あったね。 この女性私は見てないから分からんけど。うん、別に、だからほら、うん、ノックさんをさ、いや私も一応ね、<や>みんなに。いや,だいや、さっき、さっき、あなたさ、ノックさんに対して非常に失礼なことを言ってるわけ。うん、私非常に失礼なこと。その前に話が分からない人がいろいろ言ってきたら、俺もそういう態度に出るよね。うん、そうでしょ 話がわか,からん三人で話すときの話だよ。み人な話する前に、女性と相当さ、話しとって、俺はね、証拠を持ってるわ、持ってるのに、証拠を本人に送っとって、本人が行動に移さないっていう話だよ。まみねえさんも僕にめちゃくちゃひどいことやってたじゃないですか。私を自殺に追い込むまであなたやりましたとか言って。<え>そう思っちゃってるまみねえ。 もう、私は俺に失礼なことめっちゃしてるじゃないですか。してるけど、でも、私、ね、ノックさん見てるよ、ちゃんと。で、なんか気づてとでも、これを、ちょっと聞いて、聞いて。はい。私、これだけ納得できないんだよね。はい。ノックさんの、お、お前、こういう言い方すたよね。お前ね、あの、え覧ら、ごめんね。 SR を上げるために、ね、こうやって俺たちを出してどうたらこうたらとか、ね、あのー、収,入収入もらってんだろうとか、うん、いや、だって YouTube の人ってみんなそうじゃないんですかいやだ、そうやけん、そうやって言ってる。だけの話よ。お金もらって悪いっていうわけじゃないじゃん。他の人たちも、ね。YouTuber ーーなんやけんさ、あの奥さんは。だけ,だけど。 ノックさんは真面目だから、その、同っちの、そっち方面の言葉ってあなたの言ってる言葉は私はわかるよ。わ<ー>、うん、かるけど、ノックさんってほら、真面目に、ね真面目ない方した昼間の昼食からやって、そういうとこ、ね、刑務所とか入ったことないから、 うん、そういうふうな半グルとかそういう反社の人たちの言葉って分からんじゃないですかいやだけ勉強してって言っての奥さん調べてた勉強する必要もないよはっきり言ってバチバチしてさ調べてたやんネット上のことやうんだけ調べる必要もないいやあのねそれをねんて言うかなそういうやつもおるっていうことで で対応できると、はい。るまあ分かりましたよ。マミ姉さんも僕にね、なんかすごい迷惑なことしてるんで、あなたのせいで。あなた、人に言えないですよ。しんごさんに言えないですよ、マミ姉さんも。いや、いいよ。別にいいけど。まあ、今言わずいいはい。じゃあもう大丈夫、はい、じゃあ、マミ姉さんもこれで。私、今回もノックさんのことを思って言ってんだけど。はいえ。いや、だけどな、俺もノックさんのこと思ってる。 ああもう正直に話してるの、はあ、俺素直が売りやし素直が私ねあれからね、はい、うんいやいろいろ考えたけどでも陰ながら応援していこうかなと思って見てるよ黙って、はあ,、うん、あ,あとなたんかいろんな、ね、YouTube ガーシーさんにも連絡しましたとか俺に言ってきてね<お>弁護士にも言ただけど結局ーーはどうん結局ね、はい、ガーシーさんも 俺の名前を出せばね、結局、そう、なんちゅうのえあのその何お兄さんが言ったみたいな。閲覧が増えるから、出せ、うん、るんじゃないかと。うん。いや、どうでもいいや。しょうもねえ。しょうもねえ、うん。だから,らだ、くだらない。うん、うん。だから別に、私は、それからもう、何も気にしないで黙って見てるよ。 あの今、ー、回上がりたいですって言ってきたのあなたからじゃん <laughs> だから、いやなんとなくわかる、言いたいことはなんとなく分かっただから、そのノ、うん、ックさんにさ、その反射の言葉とか、別にほら、普通に一般に生きてる人にそれを求めても無理じゃん、はっきり言って。いや、求めても無理じゃんの前に、俺がね、言っちゃってるんやけん。うん それを分からんって言うな。うん、調べてって俺は言うしかないやまあ、調べってって言っても胸に調べて覚える必要もないしね、はっきり言って。いや、覚えて。じゃ覚えた方がいいと思うよ。あんな、うん、ノックさんかな、<や>あの、うん、今、配信あの、YouTube ライブしてるやん。うん、そしたらね、こういう俺みたいなやつがおるん来るんやじゃ、うん。また。うん。まあ、今後ね。 来たときに、分かっとった。何を返せるプーさんが呼んでる何の話イケメン神様プーさんが呼んでる返せるんやけん。分かる本当にそれ本当に呼んでんの何の用事返せることやんで。返せること。そういうことあの、会話でね、コーチって、その言葉何じゃなくてさ、あ、こここーチ言われたらさ、それを返せるんやけん。 ポン,プポンプの前にまず空気入れてるっていう話やったんよそれをポンプネット上でポンプっていう話になってプーさんの件は本当なの結果空気を入れてるんポンプって、うん、そういう言葉や、ね、プーさんの件はいや本当なのったいや怒ったんや立場悪るなって落ちたん まあ今回はあなたがなんか慎吾さんに用事があるって言ったから、<え>まあ女性は関係ないからってことで落ちましたね。ああー、じゃあ私が邪魔したってことね。すいません、邪魔しそれは。邪魔したの前に、もう立場悪いと思う。うん、本,人本人のね。いやいやいや、それは、<や>なんか私が。ライブの上にさ、うんうん、俺は聞いてなかった話を言ってるのに全然、うんやけどで、そこでの、ノックさんがな、 あのあはてで、はい。それ、ノックさんはどう判断するのその人が本当に嘘ついてると思ういや、別に、いや、多分、2人の会話のなんか、ボタンのかけ違いがあったのかなと思いましたけどいや、俺、8年前からしてるんだよね。配信を。せこいんだな。せこいっ、ね、て。さっきの女性 そんな昔からしててそんな嘘つくのいや、嘘、嘘じゃないと思う。本人からしてみたら嘘じゃないと思うけど、でもツイキャスしか俺はいないけどね。うん、俺はツイキャスサトシンをフルネームでしてるけど、大体。い。う、だ大体あ分かりました。まあ、二人ともありがとうね。はい、じゃあ、ごめんなさいや。はい、っちゃん<あ>ちょっと待って。 いいえ次次まままっっててるるかからいもう終わろうとすなシンゴじゃなくて相相大悟が言うセリフじゃん、ちょっと待ってって。ちょっと待って違う違う、大悟だ、大悟。

何これちょっと待てよ、ノブだよ。あ、そうか。あれシンゴも言ってなかったっけうん。シンゴじゃないよ。お前はやばいナチュラルに間違えた。ダイゴも言ってなかったっけ <laughs> やばいいやば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 い。ナチュラルに間違えちゃった、俺も。うん。ナチュ,ナチュラルに。ナチュラルに間違えた。<laughs> うん、さあ、じゃあ次の方いきます。 うんうんえ次の相談者さんいきますかじゃ,あじゃあすぐお待たせしちゃったなうんいやプーさんいやもうプーさんはいいでしょもうなんか連絡来てないし LINE がいやプーさんなんか用事があるんだったら俺に連絡するでしょ LINE ノック今いいかみたいなそれがないから多分 コメントが言ってるだけだと思う。うん。ハトだね。特に何の LINE も来てないからね。本当に用事あったら LINE が来るから。うん。そう。え、次の相談者これか。かけるか。よっ。俺が来てないって。 醍醐好きだけど慎吾嫌いあー,あーもし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 あもうす,すいませんま<た>昨日、ね、すませんち,まちょっとーごめんなさいねい <laughs> いえ,いえはいどうされましたかあの,あのーサにも送ったと思うんですけどはい会社の兵を傷つけてしまってくるまではい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  うん、であとその請求が16万とか、はい、ええー、<laughs> 緊急です「あのー、助けてください」うん、緊急は助けてくださいはないと思うけどいやあなたが LINE で送ってんだけど、あのー、そうやって俺え,え違うよえっとえ緊急じゃないよ緊急です「助けてください」って LINE 来てるけど。 <laughs> ああそうだ緊急で助けてくださいって<ー>車のやつと、はい、そのポールのやつを送ったと思うんですけどこれこれ見ていいんですか、うん、はいうんこのこのポールを直すのに十六万かかるんだそうです、うん、高っはい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  <laughs>、うん、ありえないと思うです <laughs> いませんか <laughs> え,ー、えそれで俺にどうしてほしいのいやあのー <と>うん、愛知県住みなんでノックさんと同じああ愛知県はい僕の故郷、うん、はい、うん、であのー、フェンシアさん紹介してほしいんですけどフェンシアさんフェンシアさんってかフェンス直してくれる人をああこれねで、はい、こ,<う>これがこううわー、うん、うわー保険に入ってますかだって 保険は入ってるんですけど、うん、これ、これも買,買えることになってるんで、この<れ>あう、ではい、その前にちょっとあの、3回ぐらいぶつけちゃって、面積とかもすごくいっぱい払っちゃったんで、お金がないんですよ。はい。うん。なので、はい、この、このを、く、く切ってまぐってやつを、はい。一本直せば、はい。普通に、 できるはずなのに、十六、はい、<laughs> 万だって言われて、はり根元から言ってるね。うん、別にそれは自分で調べればいいんじゃないのかな。それは。いや今今調べてるんですよ、いろいろと。うん。そしたらなんか五万ぐらいでできるよとか。あだ包みしたじゃない。あなたもいろいろぶつけて。はい、え何回え何回ぶつけたの？ 一回。なんか他にもなんかぶつけちゃってとか言ってなかったああ、その前は、うん、あのー、あのー、一月に 2, 2回ぶつけちゃったんですよ。<laughs> もう包みしたじゃない <laughs> もう変動した方がいいですよ、それじゃあ。<laughs> <そう> <laughs> で、うん、もうほんで、車を変えることにして、 ちょっとこれはもうやばいということで車を変えることにした途端に。等級は何級だってへ保険の等級何級わかんのそええー、多分もう多分下がってると思います <laughs> あ<ー>。ん <laughs>。初っ端もらった時は、はい、あのもっ旦那からもらった時は一番いい等級だったんだけど。 ああで<や>何これ、えー、直す人いませんがだって愛知県でそれいないでしょさすがにこれ安く直してくれるしてませんかね費用はいくらがいいのじゃあえー、せめて5万ぐらいですか、ね、5万相場が16万のところを5万 <laughs> いやでもあのー、一応言われてるんですよね何を あの見てくれた人には、ええ、あの柱も上がってるだけだから、ええ、その柱買ってきて、ええ、で柱ぶっ立てるまっすぐにすれば、うん、でコンクリートを回ってるから、はいうん、5万ぐらいで済むよとかってじゃあその人にやってもらえばいいじゃんじゃや,やってもらいたいかったんですけど、うん、他のことが忙しくて今はできないとかって言われて。うんうん えー、そううなんですよ <laughs> いや、もうその人に頼むしかないでしょう。んはい、あ、じゃあその人に8万円ぐらい渡せばいいんじゃないでしょう。そしたら半額やん。8万もきついんじゃん。と <laughs> うとうそれ、俺に金くれってことだそれ。 いや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 、しませんしません。<ー>ノックさんにもれでもくださいなんてことは絶対しません。じゃとりあえず愛知県で直せる人、えー、多分いないね、誰も。いないっすかえー、ちょっといないよ、はい。多分いないでしょうで、うん。いないよ、もうだってそれはもうこれはね、そういうやっぱ、うん、職人が直すしかないでしょ、それ。これ自分の勤めてる会社なの、これ。 そうなんですよあじゃあ給料から引いてもらって通勤とかからって通勤だからとかって労災から始めよいらない払わなくてもいいみたいなこと言われてたんだけどう,ーんうんなんかそれがダメだとかって言われて、はい、はいえ通勤中だったらいけそうだっけど、ね、そ,そ,そこらへんもね労災みたいな、うんで月1万円引かれたら 私は、18ヶ月働かなあかんのか、みたいな。あ、外交や外装やなんかいる。これは根元一回掘ってから基板から植えないといけないから高いです。<laughs> へー。ーらしいわ。これ高い事例らしいわ。あーあ、そうなんですか。 うん、まあじゃあ保険まあ頑張ってしょうがないんじゃないやっちゃってこれどうやったらこうなんのちなみに乗り上げたってことこの遠石からいやそうじゃなくて、はい、あのー、あのー、その,そのど,ど、道路はいあの,ー、そそのここは止めたら駐車場なんですけど、はい、駐車場がなくて、はい、で、そのー そこの中心に入る前に、うん、あのー、利用者さんが通ってる、あのー、通車の車が右側に止まってたんですよ。まあシンプルに行こうぜ。う普通に、あのー、乗り上げたの横からぶつかったのこれ。 それをバックして、バックして。うん、がないんで、そこの後ろに止めなきゃと思って、はい、で、利用者さんの駐車の車を気にしてたら、カツンと行っちゃったんですよ。へはい。まあ、気をつけてください。うん、まあ、これはちょっと高くなる工事らしいです。ね、うわぁ、そうなんですか。はい。他にがありません <laughs>。 お金がないのは働こう <laughs>。働き働いてますけど、もう本当になんかもうボロボロです。ああ、まあまあまあ <laughs>。つまり、俺からお金くれってこと <laughs> <laughs> いや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 。谷口ルーレットは無理です <laughs>。谷口ルーレットですか別にいいですよ、谷口ルーレット別に。<laughs> ええ、谷口ルーレットは無理ですよ。別に俺はいいですよい。いい、いいですか?。いや、そんなに欲しい。もうどうしようもない。いいなね。そうだね。どうしようもない。愛知のどこら辺ですか<い>だって。はい。愛知県のどこら辺?あ。あ、あ、あのー、岡左衛門です。 岡左衛門。はい。何を言ってんの、岡左衛門。岡崎市。あ、岡崎市らしいですよ。あそこね。うん、はいはい、はいまあ、まあ、まあ、うん。<laughs> は,いはい。で、な、谷口ルーレットやる、やるんですか。谷口ルーレット。いや、あ、か、あの、返必ず返しますから。少しずつ。 ああやっぱそれがやっぱりそれがやっぱりそれね、うん、やっぱり本心ねうんそれ、うん、が言ってくださいよ別に,にもうじゃ少しずつ返しますからいやいいよ俺貸すのは嫌だから俺うんあげるだから俺の場合はうん単、うん、にうちルーレットできませんか <laughs> でもそれをいい 最優先にもう。はい、すいません <laughs>。本当に谷口ーレットをしなきゃいけない状況なのこれは本当に。<laughs> 本当にそうなんですよ。本当に。だから、車も車も下取りにもうあの出し出してやって、車もあの買う状況になってて、でそこのぶつけたところを自腹で払わなきゃいけないんですよ。いは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 い。うんで。 あのー、なんかあのー、それも多分56万かかるとかって言われてて、はい、でそれであの10お16万、はい、払っちゃうと、はい、もうあのー、手持ちが全くなくなっちゃうんですよ貯金が。はい、ちょっと待って、うん、貯金あんの貯金はえっと今。 多分13万ぐらいあるんですけど、ね。いや、貯金あるならダメだよ、これ <laughs>。谷口ルーレットは貯金もなくて、<laughs> 食うものがない人が回せれる権利だから。<laughs> 谷口ルーレットは、支援ルーレットはね。<laughs> えー、貯金ある人はダメダメダメ。そ,それだって、そんなただ俺からね、むしり取るだけじゃん、それ。食うものないぐらい追い詰められてないと。<laughs> はい 絶対返します <laughs>。いやいや、貯金あるならそれ使えないよ、じゃあ。それ使っても足らないんですよ <laughs>。ああ、いや、そうなの、ね、うん。い、うんね、いくらええ、ね。いくら欲しい、うん。そうですね。ちょっと待ってください。と<ー>通帳、ちょ通帳見ますね。<ー>と、本当に。 えっと、多分16万で、うんえっと、5万ぐらいなんで21万ぐらいかかるんですけどはい、うん、うん、もう 5, 5万は足らないですね。5万ですかはい。5万 <laughs> <laughs>。だから分割払いとかダメなのそれは。 分割払いをしようかっていう話を一応してくれててうんでもそれをすると結局あのうけ16万だから16今月1万として16か月 は働かかななななきゃゃいいけなくなるじゃないですかそ,こでそうですねはいはいはい。あ条件もよくないって言って,て前からあのロックさんに一番初めから「やめろ!」とかって,言って言われたブラック企業なんで、はい、<laughs> うんなのででもあのー、まあそこで働くしかないんで今働いてるんですけど。はい うんうんダメですよね自分でがんば、えー、ってそのでもさ食があるだけでもいいんじゃね食はありますね、えー、今までルーレットで支援金ルーレット回してきた人はもう食すらなかったからね働けなかったりなんか動けなかったりとか,なんかそういう人たちがやってきたからね <laughs> うん、でも,もう本当にひどいひどい扱い受けててそこの会社でうん,うんあの,あの一番初めに連絡した時が多分あの精神的にやられて倒れちゃって話せなくなったみたいなまあどうかローンできるんだったらローンで頑張ろうよじゃあちょっと申し訳ないりますか <laughs> え ローンで頑張りますかうーんこれはねいや俺もね回したいんだけどねちょっと18ヶ月もローンはきついと思うんですよだーって18ヶ月働けばいいじゃないの一応職場もあるならそうですかねあ,あなたはまだね幸せだよこれ <laughs> 言うてね うん、大丈夫だからまあ言うて言うて幸せなのかもしれないんですけどそう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 ,そう、うん、まだねこれ人じゃなかっただけでもまし、あうん、って考えたらい,いんじゃない人だったらね、うん、とんでもないことになってますからあのそ、ー、う<ー>なんだろう,う足も労災で認めてもらえなかったしうん、うん えー、まだ1年もう1年以上ずっと病院に通ってるし、はい、うん、うん、まあ精神的にも通ってあの精神科とかも通ってるし、はい、まあ、うんはい、まあ分割で頑張りましょうこれはね <laughs> これが人じゃなくてほんとかったと思う人だったらワンちゃん命奪ってたかもしれないですからそうすよねなんか多分そういう薬 と,か飲んでると、そういう注意不足とかになっちゃうからまず気をつけてもいい運転は。うん。ええー、はい。そっか。ローンするか、はい。ローンで行きましょう、ローンで。えー、でもバイクのローンも車のローンもあっても、<laughs> バイクスのローンもあって。バイクもあるんですかバイクのロンバイク うん、125のモンキー買っちゃったんで。はい。で、そ,それ売ればいいんじゃないの,のンモンキー。<laughs> ええー、<laughs> モンキー売ればいいんじゃない買,買ったばっかで今売るんですか <laughs> そうだよ。しょうがないよ、それは。ああ<ー>。うーんモンキーを売ろうよ。やだー。<laughs> うーん。ね。はい。う モンキー、高く売れるらしいよ。いやー、高く売れないっすよ多分よ40万ぐらい四40万 !?45 万で買ったんで、多分ん。分モンキー売ればなんとかなるやん。<ー>て、ひどいんだけど、モンキーいたらなんとかなるんじゃん。おー,おー,おー,うーん。モンキーで頑張ろう、モンキーで。 <laughs> ウッキー <laughs> ウッキーで頑張りましょうじゃあはいへえー、そうですかはい何かもっとほんにもうちょっと安い業者でやってもらわれたら助かるなと思って連絡したんですけども、まあ、そうピンポイントすぎるから、ね、ちょっと業者がねはい、はい、頑張ってくださいじゃあどこでやってもらっても無理だと思いますかはい ここでやってもらっても無理だと思いますかここでやってもらってもって何の話あの他の他の業者でやっ、うん、見積もってもらっても同じぐらいの金額で出ます、うん、と思いますか、うん、まあ同じぐらいなんじゃないの大体相場はそうなんですかはいはい、うん、はい ななんか、楽しくなります。大丈夫、モンキーあるんだからそれで楽しめばいいやん、モンキーで。でもダメなんですよ、車ももう売ることになってるんで、はい、うん。買えることになっちゃってるんで。はい。うーんで。 残ってる金額が13万ぐらい残ってて、はい、うん、で、の16万と、あの、ぶつけたのが5万ぐらいになっちゃうんで。で分かってるけど、はい、あ、ね、うん、ねどうしよう、ルーレット回してほしいのだ理ですかい、絶対返します。いや、だから、貸すのは俺、してないってトラブルになるから。 うん、あ、うん、げるだけしかやってないけど。うん。うんあの。本当にルーレット。欲しいです。そんなに。本当にルーレット欲しいです。じゃあじゃあアンケート取って、アンケートクリアしたらルーレットでもいいじゃん。うん、絶対無理ですよね。はい、何パーセントのや、いくじゃあ。 10%! <laughs> 10じゃあ9とかだったらもう98765とかだったらもう諦めつけれるってことで大丈夫諦めます。はいはいわかりましたうん。じゃあ今ルーレット作るかじゃあ支援金上げてもいいかっていうじゃあ僕のこの <laughs> えー、はいこの人にねはい。 うんで。これでじゃあ、はい範囲が10、10%以上でしたら、はい。ルーレット回します。パーンあれこれいったかおー <laughs> すげえ。できる。できた。おーさあ今だ <laughs> さあ、じゃあ、時間、<laughs> 制限時間消えますか。1時じゃあ、うーん、じゃあ、1時3分まででね、いきましょう。1時3分まで。今、1時、えー、2分なんでね、えー、1あと1分間だけ。えー今何、今、何だと思いますか、はいが。えーっと、5%。ああ、見てるのね、今6、6%ですよ。<laughs> はい、じゃあ、頑張って入り、リスナーを説得して。<laughs> お願いします。飲みます。 うんいやそれね保険ゼロになってもいいんではいマイナス分だけ貸してください、はい、<laughs> お願いします <laughs> ねえ何て保険なんだって保険ゼロになってもいいんではいマイナス分だけお願いしますはい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 マイナス分だけ五万円ってこと本当にマイナス分だけお願いしますおおわでも七パーセント増えましたよ。 お5から5から7に増えたよ2増えたよさあさあさあ,さあお願いします頼みます残り3秒2あいは8万に増えた終了けん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 キンえはい8%ですしまった <laughs> まあこれはダメだね。<laughs> これはちょっと支援金出せませんわ。ちょっとリスナーの総意として。あ,あと 2, 2>,、ね、2, 2足りんかったね。2, 2>, 2足りんかった。<laughs> はい、これで諦めついたじゃん。ん<ー>だって10という数字はあなたが決めた数字だからね。俺が決めた数字じゃないからね。そうですね。はい。じゃあ頑張ってください。はいあのー、がん頑張ります。はい。 い,やいいいやねこのアンケート。これ諦めがつけれるようだ。ちなみに俺ちゃんとルーレット作ってたからね。<laughs> こうやって。<laughs> とりあえず。裏で。裏でちゃんと俺ルーレット。一応ちゃんと灰が10を超えたことまで俺は見越してるから。一旦回してみよう。仮で。一体回してみたら一体どうなるのか。んー はい、あ、え、あ、回してもゼロだ <laughs>、うん。回してもゼロ。ちゃんと5万円用意しといて。うん、回してもゼロだった。ゼロ少ない。うん、で、結局、ゼロってことだよね。たぶんね。うーん、はいはい。 持っっててんなーってまあ、何かね、あの相談事がある方はね、僕にね、LINE をね、送っといてください。こちらね、固定メッセージからね、追加できますのでね。それから Twitter のね、あの、DM にでもね,ね、送っておいてください。うん,ん、ね、話がある。なるほど。うん。た、うん、人相談者さんいたけど、ちょっと一人はちょっと寝ちゃったかな。 うん、ああ、夜空さんありがとう。ちょっと二人いるって言ってたけど、一人はもう寝ちゃったわ。ちょっと、<laughs> 申し訳ない。ま,あ、また今度行きましょう。もっくん、毎回ごめんなさい。そろそろ寝ますね。ちょっと時間が合わないね、うん。まあでも支援金とかも別に僕は支援します。昨日あのツインキャスでご飯が食べれないよっていう、 14歳の女の子がいたんだけど、その子に俺はお金あげたかった <laughs>、うん。まあ、そういうご飯食べれない系はね。ちょっと今の人、貯金があるし、仕事もあるから。うん、はい。よし。あ、そう、待って、リシート来てないわ。あー、もしもしんはい。 あごめんごめん。んはい。何の話、はい、話があるということで、はい、あさっきほら、あの、佐藤慎吾って人上がってたでしょあ、佐藤慎吾さん、はい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 。もうね、1 8年ぐらいの付き合いだから、はいうん、たまたまノックノック見たら、いたから、はいうん、で彼、ツイキャスの人間で俺、ツイキャスいけないから。 だからまあ、はいまあ、単純にね、ジャックがよろしくね、言ってたよーって、ちょっと一言言ってくれたらなーと思って、ただそれだけ。どういう本人のツイッターで言えばいいんじゃないの <laughs> 配信で。んあー、ツイッターわかんないんだよ、ね、俺。<ん>もうしばらく絡んでなくて、久々に見たから。<ん> <laughs> いや、それで本人に言いなさいよ。<laughs> なんで俺が言わなきゃいけないの また噛みついてくるのそんなこと。いや、噛みついてない。だって、それ本人に言うよいやばいいや、本人の連絡先。いや、だから連絡先がわからないからね、もし言えたらね、言えたらお願いしますって、別に言わなくてもいいですけどね。はい。はじゃあいい、自分で言ってくださいあ。あともう一つあるんですけど、何今僕、<何>あの、ふわっちでね、あの、あ、まあ、仲いい枠でコメントを打ってたの。はい。たらね、まあ、タヌキ6号というのがいたのね。タヌキ6号さ。そう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 。はい、で、ノックがどうだろう、こうだろうとかね。 はい、ね、帰るだとかね、どうだ、こうだと言ってくるから、はいはい、え、な、何え、ノックンリスナーみたいな感じだったから、はい、うん、多分ノックンのリスナー、ノックンリスナー、ノックン前に言ったじゃない、はい、俺のリスナーにはそういうね、まあ、競技の悪いのはあんまりいないよと。うんうノ。ノックン、ノックンわけで俺がそれコメントで書かれたらわかるよ。ふわっちのさ、ノックンとも全く関係ない人間にね、はい、ねましてやタヌキの匿名でね、 ごちゃ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 言ってきてね、帰れだとかね、はい、ノックがどうどうかこうどうかね、俺、言われすじゃいないよな、ね。はい。うん、そこちょっと、ね、まあ、なんか、分かればね、分からんかも分かんないけど、あの、ここのね、ノックの枠で言われるのは分かるけどね、あのこっちの多枠でね、ああいう嵐みたいなね、全然空気、空気っていうか、その話にしてもいないのにね、そいつ一人だけずっと俺にり言ってくるわけ。ブロックすればいいんじゃないの、それは。 ブロックブロックするのもいいけどね、そこの枠主はノックのことを知らないって言ってるね。ブロックを頼めばいいんじゃないそのうん、その人は、それはね、タヌキとジャックの問題だから、そこはどうのこうのっていうからね、そこ自分で、自分らで話してと。この前もあったんで実はね。 でおまあ、じゃあこの枠に目がかかるから俺の枠に来いよと、うんあ。行ってやるよと。でも来ない。もうノックノックノックってこう。ど,どういうふうなのじゃあ上がらなきゃいいんじゃないコラボに。どこにどこのコラボにその人の。であそこはねあの、コラボにしてなくて、はい、ラジオ配信でやってるから、うん、ラジオとか動画配信でやってから。そうと通話しなければいいんじゃないはいはい 通話その人に迷惑かかっちゃうっていうのが嫌だなら、その人と通話しなきゃいいんじゃないその人の枠に上がらなきゃいいんじゃないいや、上がってない、ね。コメントだけ挨拶したら。コメントしなきゃいいんじゃないじゃあいやいや、だって仲いいんだから、めっちゃコメントしたっていくないだってその人、いきなり出てきたんだから、俺がコメント打ったらね、お前どうだろう、こうだ、ノックがどうだろう、こうだって言ってきてるから、うん。じゃあコメントしなきゃいけいんじゃ いやいやな,なんでだ,だってさ、うん、仲いい枠にコメントを打ったそれノックって名前も出た最近ねちょっといろいろやってるからねそういうのを予想できるじゃん、うん、だったらあがらコメント書かなきゃいいや自分で抑制していかないと、えーえー、あ仲いい人に目惑かけたくないんだったら<の>、ね、<laughs> じゃそもそもコメントしなければいいでしょそれがその人を思い合ってるってことなんじゃないのあのあ,、うん、あ挨拶をしただけでごちゃごちゃ言ってきたんだよ、うん いや別にするしときゃええ。うん、あなたがコメントしなくなったらその人もいなくなるでしょ。またいっぱいコメントするからそれで噛みつかれるんじゃないのそれおかしくねいやおかしくないでしょ。だってノックのつながりのあるね、若主だったらいいよ。うん、で,でも俺その人らうよ、ん。のうに言えばいいんじゃないのじゃ。いや、たった今言ったじゃんね。うん、それはジャックとこのね、あのうん、匿名の人の話だから、うん、そこはもうやってくれと。 でも全く空気が色が違うわけそいつが違じゃ許可もらったならいいんじゃないじゃんいいしつこいからさじゃコメントしなきゃいいんじゃない挨拶だけで2個目のコメント打たなきゃいいんじゃないで俺そいつにコメントってかそいつと絡みたいとかじゃなくてそこうの枠主と仲がいいからまあこんばんはごめんなわかるよこんばんはどうもどうもって言ったら何か言われましたたぬきよくごそうそうそうであやばい なんかいろいろ言われる、めんどくさいやね。なんか迷惑かかっちゃうって思ったなら、その後コメントしなきゃいいじゃん。そしたらその人もいなくなるよ。ならないよ。なるでしょ。あなたいなくなってるのに、ね、わざわざ書かないでしょ。あなたがたぶんいっぱいコメント書いたんでしょ、また。いや、俺が書いたらね、うん、俺にだけ文句を言ってくるの。でしょう、ほら、書かなきゃいいんだ、ね、だから。そこ2個目で。 はあそれで自制すればいいじゃん、その人ね、迷惑かかっちゃうと思ってんなら。じゃあ、あなたのリスナーね、うんうん、にそれを、まあ、言いたいけど、まあ、ね、匿名だからね、誰かわからないよね、実際ね。うん、前回もあったの、じゃあ、おね、この枠に迷惑かかるから、俺の枠来いよと枠開いたの。来るというからね。はい。でも、来ないの。うん。そこで、もうところどころもノックノックって出てくるからね。 だからあれでしょ <ふっ S 1> あのー、まあ嫌がらせしたいでしょつまりあなたに。そういうことですまあ、友好関係は、まあ、悪いからそうやって言ってくるんだろうけど。まあ、もう大丈夫だけ、まあね、自分で自衛してね。はぁ、あ、な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 に俺に何をしてほしいのじゃあ。 いや、さあね、軽くでもいいからね、全然全く関係のない話をしてる枠でね、俺はただ挨拶しただけ、こんばんはと。あ、じゃあそういう、じゃあ、じゃあ、ジャックさんが来たら、じゃあ、荒らさないであげてください。はい、これでいいうん、いや、もうそれだけでいいのね。オッケーオッケーオッケー。はい、全然、時間が上がったら、ジャックさんのことはスルーしといてください。俺、そのコメントとかね、あったりしたらもう、 あれもう常にノックの枠を作るからね、毎回毎回。はい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 。かしこまりました。って、うん、ことはよろしくお願いしますね。はい、はい、かしこまりました、はい。はい、はい、失礼します。はいはい、失礼しますよ。<laughs> もう。それ、振りだけどね、でも俺、アドバイスすると。<laughs> それ言っちゃうと逆にまたなんか、あれそうだけどね。うちアンチっていうのは人の嫌がることするから、やめてくださいって言うと逆にやるんすよ。だから本当にやめてほしいときは、する。 これが一番いいから、マジで。アンチはしてほしくないこと言っちゃうとやるから、それを。うーん。それ分かってんのかな振りなんだよな、これ。だから。<laughs> 押すな、押すなと一緒だからね。もう押すな、熱湯風呂で押すな、押すなって言って、もう押してほしいようなもんだから、これ。こんなこと言っちゃったら余計多分書か,かれるぞ。アンチの心理。ねだからスルーがいいと思うんだけど。 さあじゃあ次の方いこう出るかな、うんうんはい、今日はサクッとね、うん、あれこんばんは、うんはい、通話できますか の技を覚えるうーんそれがいっちゃいと思うのあれこの人どうなってる <laughs> うんこの人どうなってるこれはこいつはできるのかな、うん、えノ、ー、クさんこんばんは相談があります。 えー、お金の続きの話題になってしまいますが、仕事に行けなくなってしまいました。えー、もしよろしければ、えー、相談に乗ってくださいと。はい、あ。この人どこ、この人よそうはできるんですかど、どうなってますかこの方はどう、どうしますかどう、どうしますかこれは。はい。うん、まあ別にいいよ、支援系でも。 いや、俺はね、あのね、困ってる人がいたらね、普通にね、もう、渡したい。<laughs> あと、個人的にも俺、募金とかもしてるから、Yahoo 募金で。マジで、うんいや。知らないと思うけど、俺、Yahoo 募金で、あつできるって。めちゃくちゃ募金してるから、ね。プライベートで。で、あの人誰だっけ ?Windows 作った人。 名前出てこねえやん。<laughs> ウィンドウを作った人誰だっけやばい、ど、やばい。老化してる。すぐ出てこない。ウィル・スミスだっけあ違う、ウィル・スミスじゃないわ。ビル・ゲイツだうん。ビル・ゲイツがいるんだけど、ビル・ゲイツがめちゃくちゃ金持ってんのは、まあ、ぶっちゃい金持ちじゃん、そんなウィンドウ作ってるんだから。ビル・ゲイツが一番何に使ってるときに幸せを感じるかっていうと、募金だから、ね。<laughs> うん ビル・ゲイツは募金するために働いてるらしい。あの人、あの、募金が好きなの。え次いって行くわ。あもしもし。こんばんはー。あーどうもどうも、こんばんは。はい。あ、聞こえておりますでしょうか。あもう完璧ですよ。はい、どうぞどうぞ。あ、すいません。はい。ちょっとまた、その、お金続きの、ははい。ちょっと、まあ、相談にはなってしまうんですが。<laughs> はい。 えっと現状、今31で、も、はい、ともとちょっと大手の不動産で、はい、まあ働いていたんですが、はい、ちょっと1年半前にちょっとまあ仕事の関係でうつ状態になってしまいまして、仕事をずっと休んでいて、はい、でまあようやく復職がまあできるようになったんですが、交通費が結構かかってしまう状態で。 で、結構その、まあ、その間、結構貯金とかもあったんですけど、はい。まあ、その貯金を崩しながらやっていて、はい。で、まあ、ちょっと家賃も一ヶ月滞納してしまっている状態で、まあ、そこは話し合いで、まあ、なんとかなったんですが、はい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 。一応、その、来月の二十五日が、はい。一応、給料日で、はい。一応、雇用契約書もちゃんと結んで、 はい、一応、30万5178円というのが来月入るんですが、ここまでの,そのま交通費がない状態という、お、はい、恥ずかしい話なんですが、友達にちょっと、まあ、今まで借りたりとか、はい、借りたりとか、あとクレジットを使ったりとかして、はい、まあなんとかやっていたんですが、ちょっとまあクレジットの方の支払いも厳しくなってきて。 一応、債務整理はしている状態で、それも返しながら、今後、しっかり働いて、生活保護だとか、うん、まあそういうのも受けようかなと思ったんですけど、うん、やっぱりそういうのよりも、やっぱり自分が働きたいっていうのが強かったもんですから、はははいはい、はいそ、まあ、そううですねね、うん、なので、まあ、一応、しっかりと、まあ、面接をして、 はい、採用が決まったんで、はい、まあ今、一応3日目に行ってるんですが、はい、ですね <laughs>、っていうような相談内容だったんですけど。つまり、お金をくれってことね。くれってわけではないんですけど、<laughs> あうん、ですね。お金をちょっと支援してほしいことですよね。はい。まあ、そうですね。はい。えっとい、うーんと、一応今、 えっと、あといくらだ、えっと、510円なんで、と27日に、一応友達にその貸していたお金が返ってくるので、1>, はい、えーと1日五百えっと、1020円が交通費なので、はい、とおそらく、今週1週間、2日間乗り切れれば大丈夫なので、はい 5,000円,円ねあー、はい、まだリアルな数字やわこれはいそのくらいあれば <laughs> リ,アリアルな数字きたあでも友達に貸してるんだ <laughs> でそれが返ってくる,の<あ>るんだそうですね友達もちょっと困っててそういうなんか、うん、まあ友達はやっぱ大事にしたかったので、うん、まあ自分もだちょっと出せるかなと思って貸してたんですけど、うん、ちょっとなかなか返ってこなくてはい、うんうん まあちょっと自分もやばいからそろそろ返してくれないって話をしたらまあ今月返してくれるってことで親は親はえっと親がちょっとまあ疎遠状態に一応なってしまっていてああ<ー>はい、まあ、やっぱり鬱状態の時に結構いろいろ迷惑かけてしまってあらららそうですねっていうのがあったのではい、はい、ええなるほどねはい <laughs> これアイコンは配信出してないですけど、<laughs> 彼女あ,あそうですね、はい。彼女さん、彼女いい彼女にも一応、今、一緒に住んでて、え、うん、あの…一緒に住んでて、はい、あの…支援、いろいろ鬱つ状態の時もしてもらってたんですけど、はい、ちょっとその、まあ…お恥ずかしい話、はい、その支払いとかもちょっと今、してもらっちゃってる状態で、はい、で、本当に今。 なんでしょうリ、リアルにご飯が食えない状態になってしまっていてえ彼女は彼女を巻き,巻き込んでしまってる状態ですね<え>完全にえ彼女は働いてるの彼女はなんあ定期があるんで、うん、あの何とかも買い終えてはいるんですけど、うん、はい彼女も何かやばいんだあの要はその足りない部分のお金とかを、うん 要はずっと出してててくれていて彼女自身にも多分100万ぐらい多分借金があるような状態でマジでこれ以上も借金を増やしてもどうにもならないと思ったので <laughs> まあ債務整理をして、うん、まあ体調も良くなってきたので、まあ、また一からちょっとスタートしたいなと思いまして。 にるほ、ね、ですね。はいそういう話か。はいはい。じゃあみんなどうするこれは。じゃあ <laughs> またルーレットするこれは。じゃあ。申し訳ないやーです。いや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 。はい、おなら、おなら、ほなら <laughs>、うん。またリアルな数字だね、これは。そうですね、そこを乗り切れば本当に、うん。それ乗り切ればね、もう単純万入ってくるみたいなね。そうですね、はい。はい はいしかも回復傾向にあるということでね、それを応援したいところでございますけども。ねはい、ーちなみに、彼女さん、めっちゃ美人やん、はい。彼女はまあ、そうですね、なので、まあ苦労はさせたくない、今更なんですが、いいなまあしっかりしてもらった分、自分が頑張ってやっていきたいなと思ってるので、はい。はい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 。わ、はい、かりましたよ。はいはい でみんなこれどうするこれはこれはみんなはいはいうう、はい、売るものないのかみたいなのありますけどあ売るものは結構その、うん、車ももともとちょっとよ,よさげな車乗っていたりとか、うん、まあ時計とかもオメガロレックスとかもあったりすけどえー、あ,あそっか不動産とか言ってたもんな、はいはいはい、そうですね不動産のまあ、うん、ところでやっていたので、えー、結構資産はあったんですけど、えーまあ、そういうもの全部今売 てしまった状態で、うん、え彼女もなんか万端なすごいファンで、はい、あの万端のそのグッズとかを今メルカリで売ってくれたりとかしてった状態で、えー、なんとかなんとか食い続けてはいたんですが売るものもなくなってきてしまってっていう状態です <laughs> えー とんでもない状態、すみませんとんでもない状態だねそれは。<laughs> はい、申し訳ないです。はい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 。はい、まあ若い。でみんなどうするこれは。うーん、臭い臭い。<laughs> うん。彼女さんいるの同じ部屋に今。あ、隣の部屋にいますね。これ変われるのこれは。じゃあ寝てますね今。ああ寝てるのね。はい。うん、若いじゃあちょルーレット回してみるじゃあちょっと。 <laughs> すいませんお。おなら、おなら、ほなら。うん。っ待ってよル。はい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 。まあもうコメランが荒れるのは承知であの電話してるので。いや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 。まあ、全然<う>、はい。まあ、未来ある若者だしね、本当に。いやもう3なので31なんで <laughs> いやいやで、でもしかも回復傾向で来月もらえるってことだから。うそうですね、一応。う バンタンっていうのはなんか韓流アイドルでしょ、たぶん。あ,あそうですよ、BTS です。あ,あ BTS のグッズね。ああはい。は,はあ、はい。はい。そうだね。<す>やっぱり、過酷な仕事って、やっぱ、うつになるんだね、やっぱり。そして不動産の時は本当にひどくて、うん、もう腕とか切りまくったりとか、えぇ、ー、うそういう状態でもう本当にうつの、重度のうつになってしまって。マジで。はい。 でもなんか自分のプライド的にやっぱりその生活保護とか受けるのはちょっと嫌だなって思っていて、うんうん、やっぱり働くのも好きなので、うん、はいですねいやーでもこれはまあそうもうこれ募金と <laughs> えーえとでえじゃあ,あの1000円から2000円<ー>3000円4000円5000円のルーレットを作りましたんであ,ありがとうございます、はい、ただちょっとコメント欄がいや,いや証拠ないとかね なんでもちろんそれを考慮して1000円、はい、2000円も作っといたんではい,はいかしこまりましたはいはいじゃあこれでいこうじゃんこれ回す,もうもう回すよもう今日は明日俺誕生日ですし気分いいからいおめでとうございますありがとうございます、はい、もう気分いいからもうはい,ではいじゃあ<構>じゃあはいえっ、ー、とルーレットスタートって言ってもらってはい、はい、ルーレットスタート <laughs> さあいく やばいマジか4000円ですあすごい !4000 円手に入れましたあなたはありがとうございますはいじゃあえっとペイペイか銀行口座を教えてくださいどっちがいいですかかしこまりましたはいどっちがいいですかペイペイかあっペイペイって電車乗れるんですかねペイペイって電車乗れますか知らないです僕はペイペイって乗れんの まあ銀行でもいいですよ別に、はいあはい、ちょっと電車にそもそも乗る機会が今まで人生でなかったのでええー、っボンボンず,ずっと車で通勤してたので何あんたボンボンいやボンボンじゃないです全然貧乏で <laughs> あの生まれて育ってええー、っ彼に不自したくなかったねちょっと営業職選んでなんかすごいえー、じゃあいい時はさ<業>給料いくらだったのその不動産のいやいい時は本当にでも、うん、結構いっ 出ましたね。イマックス月収は？マックスでも110とかですね。マジで？でも本当悪い時は売れなければ本当に基本給だけで終わっちゃう世界なので。すげえや。いやいや全然です。これ20代でしょ？それ110とかね。そうですね20代の頃ですね。はい。じゃあ銀行口座教えててください。あかしこまりました。はい。明日。はい申し訳ございません。はい。はいよろしく。すみませんありがとうございました。失礼いたし 6000。4, <laughs> あ、でもスパチャで6000円来た。チャラだ。うん。結構6000円は入らないですよ。なんかね、7割なんで、76412で。あ、ちょうどチャラだ。<laughs> プラマエレじゃ、この、えー、バイクのアイコンの人からのカンパということで、嘘でもいい。その人に渡してあげてくれ。わかりました。じゃ、俺からじゃなくて、この、この、 漢字が読めないけど、このカモさんにしょう。じゃ、カモさんからってことで、カモ、カモさんってことでね。はい。うん。ちょうどしかも七六四十二で四千二百円だから。うん。ええー。うん。カラス。ああ、カラスっていうの、これで。はあ。あカラスさんからのカンパということで。<laughs> いや、すごいね。 人生長いわって、うん、う俺からもうんなんだで,で何、うん、ねえ多いよね俺いねえ、うん、えっ、ー、と何 <laughs> 頑張るんやでーって、うんそうやな、うん百十万円いいね。 嘘でもいいって泣かせるけど不快だったな証拠ないからね。確かに。<laughs> うん。僕は本当に漢字が読めないバカだなーって。あー。いや、これも俺の技なんだよ。違うんだよ。俺がこれ漢字何って言ったらみんな答えてくれるでしょ。ねコメントが稼げるわけなんですよ。分かってないね。それでも俺が普通にじゃあカラス。 3からって言ったらそれで終わりやん。ここであえて俺がこの漢字何って言ったらみんなが教えてくれるでしょそういうことなんですよ。それでコメント増えるでしょで、リスナーとね、会話ができる。ねあのそういうことなんですよ。うん、エンターテインメント。 えー、まみねえに送ってあげてください。何これさっきのあの、すっごいマイクが大きかった人。うん。いいね。送ってくれだって。うん。うんちょ、怖い。いい、ね、サーバーのエラー、え <laughs> お前黙ってろつーのなんなのこのポイスねサーバーのエラーは、サーバーすらなんか、 震えてたぞ。お前黙ってろつね。ー <laughs> なんだろうこれすごいね。うん、え。<laughs> 声でかいんだよなあの人な。うん、あー、さっきの男性から来たヤブ遅くに失礼しましただって。 はい,はいはい。4000予定し。しかもこの人のアイコンのね、彼女ね、めっちゃ美人だよ。羨ましいよ。うん。はい。コメ欄にあるように贅沢が抜けて、んなかった部分もありますが、今後は一からスタートしたいと思っている。遺産の皆さんもよろしくお伝えください。この度ありがとうございました。いやいや、いいですよ。はい。うん 頑張ってくださいやっぱりやっぱりつらい仕事はやっぱ心を疲弊壊してしまうリスクをね隣り合わせだよねうんやっぱり営業ってストレスなんだねうんでなんだこれは、うん、漢字ドリルを上げようか小1ぐらいからのでいい あの今の話聞いてなかったの <laughs> で俺が分からないってなるじゃん。そしたらみんなが教えてくれるでしょで、みんなとのコミュニケーションを図ることができる。いいことじゃないですか。うん、お金あげたの。明日朝振り込んどくよ。うんうん、えー、っと、なにノックさん、ちょっと通話はできませんが、話を聞いてほしいです。はいはいはい。まあいいでしょう。 うん、不動産営業はきつい。誰も助けてくれない。へえー、そうなんだ。やば、うん。じゃあ、花沢不動産もブラックなのかな <laughs> <laughs>、うん、花沢さんめっちゃいい、花沢さんのお父さんめっちゃいい人だけど。 えー、はじめまして、こんばんは。動物好きのノックさんにどうしても聞いてほしくて勇気を出して濫用しました。昨日、友人の会社に赤ちゃんのアライグラマーが迷い込みました。慌てた友人は保護しようとあちこちに問い合わせしました。帰ってこ来た答えは殺処分だそうです。例外は認められないそうです。動物園を問い合わせてみたところを引き取ってもらうことはできないそうです。指定外来種なので飼うこともできません。指定外来種が在来種の悪影響なども十分にわかります。 えー、殺処分せざるを得ないのもわかります。ただ、この動画を見て心が痛くてしょうがなくなりました。いや、これ絶対見ちゃダメなやつでしょ、これ。<laughs> 絶対見ちゃダメだよ、これ。絶対見たら、あのー、愛着湧くって。害獣アライグマ、害獣らしいよ。え<ぁ>アライグマ、害獣だって。 かない,いいやろ、これは。うわぁ、だめだ、これ絶対見ない方がいいよ、みんな、これは。これ絶対見ない方がいい、愛着枠から。俺見ちゃったけど。うーん。うわつツアーできますかって言ったの。ああ、見ない方がいい、みんな見ない方がいい、これ。えー、ごめんなさい、ちょっと難しいです。えー、ツアーに出れないのに LINE して申し訳ない。ただ、いつも配信中にノさんは動物に対する愛情に。 溢れているので、ノクさんならこの場合どうするかな仕方がないとはわかっているんですけど。あー、みんなどうしたらいいこれ。今、赤ちゃんだから可愛い感じだけど、大人になったら凶暴になるらしいよ。うーん。ノクさん、市役所時代うつ病になりませんでしたかなりません。なりません。<laughs> なりません でも市役所の場合はうつ病になっても手厚い保護がもらえるので <laughs>。ああ、市役所はね、あのね、部署によってね、マジで変わるんよ。俺がやっぱね、新人だった時は、めっちゃ緩い部署に配属されたから全然大丈夫だった。本庁に行くとみんな死ぬ。うつ病になる。本庁に行くと。やばいよ。本庁に移転、本庁に移動になった人みんなもう、うわ、マジかよってなる。ただ、本庁で、鍛えられることもあるらしい。 本庁を耐え抜いたら、すごい仕事ができる人になるらしい。<laughs> 本庁。うん、それぐらい本庁はすごいとこなんだよ。本庁へ行くともう3人ぐらいはもううつ病になって、もう休職してるから。もう。うん、本庁は厳しい、マジで。うん、って言ってた。なんか30歳ぐらいで本庁に飛ばされるらしい。<laughs> 本庁。まあ部署だよ。 本庁ってのは、まあ、看板のとこよ。名古屋で言うと、もうね、もうすごいもう、看板のとこ、もうマジで。一番でかいとこってか、あの、市長がいるところ、つまり。うん、市長が通ってるとこよ。えー、っと、通話出れなー動物園だって <laughs> もう動物園がいいらしいよ動物園がうん動物園うん本庁行って耐え抜いたら出世コースうんやっぱでも本庁行った人はみんなね仕事ができる人になるただ潰れる人もいるけどうん山に返すか動物園らしいオッケー山か動物園だってうん 山はやばい。あーじゃあもう動物園を探すしかない。じゃあ動物園か、えー、殺処分。取り上げてくれてありがとう、うん。いや、これはね、あのね、もう仕方ないよ、これは。いやいやいや、またね、俺もね、確かにね、動物大好きだよ。愛護の精神ありますよ。ただですね、やっぱりもうこれはルールなんで、これはもう、やっぱり。もう、これは。 もう仕方ないって。だってルールなんだから。俺はルールの下でやでの愛護だからうん、えー。動物園断られた言うとるやんって。いやだから何件も何件も電話するってことよ。A 動物園断られたのもちろん俺も知ってるよ。そんなそこまで俺バカじゃない。だから B 動物園、C 動物園、またもや、またや、あの県外にもう片っ端からかける。っていうこと。 うん、を俺はいいっていうちなみに見た目すごいキュートでみんなは絶対見ない方がいい、うん、元 AV 女優来たんだけど 通話できますか。いろいろなご意見ありがとうございましたって。はい、どうも。次行こう。何か相談がある方は LINE に送っといてね。 はいもしもしあすいません遅くにはいえっとですねはいあのもう10年くらい前になるんですけどはい10年くらい前にもう辞めたんですけどええー、ちょっとビデオの仕事しててええー、アダルト<で>はいはい、はい、そうですええー、で今息子がもうすぐ二十歳になるんですけど息子に あの息子がこう検索してたのがバレちゃってマジでできちゃってで <laughs> はいえっ、うん、んか主人がうちの最高なんですけど、うん、息子とはあんまり年変わらなくて、うん、で主人の方はもう分かってて結婚してくれたんですけどまあそうだよねはいでその主人がこうよく、うん よくてかこう調べたりとかすると結構ポンと出てきちゃうから、はい、なんかちょうど子供も同じくらいの年齢っていうかそういうの見る年齢だから当然、はい、こうばれ、うん、ちゃうよみたいな話はしてたんですけど、はい、でまあばれてしまったのがしょ直接じゃなくて、はい、その息子のツイッターを覗きにしてたんですねいろいろいつもやらかすから。はい そしたらそこに自分の親が英語女優やったみたいな感じでああ息子のツイッター見たとそうですそうです <laughs> そしたらツイートしてたとはいおもろっはいはおもろくないか <laughs> はいはいいや、はい、まあちょ,ちょっと、はい、ちょっとまあ何だろうまあいつかバレるとは覚悟してたし、はい、でもまあその 何だろう言い訳になるけど、はい、そのビデオの仕事してたのもまあ理由があってしてたしへ<ー>でもうん、うん、息子には、うん、まあ一応隠してたというかまあ大きい声で言える仕事ではなかったしまあ、ね、でバレちゃったからでもんのツイッター越しだから、うん、こう違うんだ理由があるんだよってもこう言え はいはい、はいはい、まだ息子が知ったことを知ってないってこと、ね、あそうであすそうです息子は知らないから<ー>そのこっちから<ー>あ,あのお母さん AV やっててその理由がこうでとかいう説明というか釈明というかができない状態でなるほどねうんでどうしようみたいな状 で今のくさに電話ししてみました理由は何だっと私も、えー、ともとありがちだと思うんですけど、うん、うちの母親が借金してて、うん、その借金あのアコムとかそういう消費者金融だったんですけど、うん、それが点々と1個の会社だけじゃなくてしてて、うん、でそれをずっと私が17くらいの時に知ったのかな。うん で17くらいの時に知ってそれをどうしようもできないから、うん、こうお姉ちゃんたちがそのカードを奪って23<ー>枚1人ずつくらいお母さんからこうもう取ってか借りれないようにしてお姉ちゃんたちが1枚ずつ返したんですね、満っ、うん、で返してくれてで私が18過ぎたあた時にそれでもまだあって、うん、で今になったら知識があって。 でそういう消費者金融のお金ってこう一括で返さないと結局利子だけ取られて終わらないっていうのは今になって分かったんですけどその頃やっぱり分かんなかったから、まあ、払ってあげようってうか助けなきゃっていうかどうしようもなかったから、まあ、そもそも別にそこまでそういう仕事に抵抗はなかったっていうのもあったんでなんかあの 女優さんんにもともとにたたかったんですね、うん、ああで,で普通のだけど、うん、まあだその流れで、まあ、AV の話が来て、はあ、まあ安易にお金も稼げてお金渡せるしで、はあ、まあいいかなって始めちゃったんですけど、はあ、でも結局その一括で払わないとっていうの知らないから、はあ、全部で十。 12年くらいかな。12年やったのはい、18から30までやりました。それ有名じゃない、それ。12年もったいえい<や>。え、じゃール厳しいから、ねいね、そ,うそうなんですよ。12年。12年ってそれ。<然>それ、つぼみじゃん。え <laughs> え、え, <laughs> え,っえつぼみするんいや、つぼみちゃん。 とは一緒じゃないですけど <laughs> それもつぼみのつぼみのキャリアじゃないそれも <laughs> いやいや <laughs>、うん、でも全然、はい、その、うん、単体と企画単体と素人って分かれてて、えー、私企画あの単体さんだとあのほんと有名どころの方々、はい、よく多分「s 1, <ー> <S s 1とか「そういう系で出てる人たちなんですけど<ー>私企画単体なんで その単体さんのようぐらいの給料をもらえるわけではないから、はあ、かその一括で返すこともできないしじゃあみんなじゃあはいじゃあこれ息子に言うべきか言わないべきか、はい、みんなまずは別にさなんか二十歳ちょうど二十歳だっけ はい、あのもうすぐ二十歳になりだったらその体でごめん、あその息子が知ったってこと知らない体でお母さんからっていう体で言ってもいいんじゃない二十歳になったからちょっとずっと話したかったことあるんよ、はい、みたいな,などのは流れで自然になるよね。ああ、なるほど、うん。それもいいのかなと思ったけど俺、ちょうど二十歳というか、<ー>うん。成人おめでとうで暴露するみたいな。 そうしたら多分息子的にはあ実は俺知ってたんだみたいな言うかもしれない、うん、もしかして、はい、まあそっちで知らないふりをしたとしても、うん、このまま言わないで知らないふりまあ私の泣気まずいだけだけどうんそれかもう言ういいやどっちがいいと思うこれはいやどっちいいバレてんなら言うそうなんだよねこれもうバレてんだよね、はい、そうただ今ます今のアイディアどうよこれちょうど二十歳だから <laughs> いいんじゃないそれそのタイミングで言おうかなえっと二十歳の誕生,日 <laughs> <laughs> 誕生日3月なんですよ3月はいあそっかじゃ成人式成人式は来年になるのかはい誕生日の前に成人式する感じワンチャン成人式の日でもいいかもしれない <laughs> <laughs> え <laughs> 大丈夫かな成人式の人かでもいいんじゃないそれはそうしようかなー成人式は結構自然な流れでいけそうだけどね成人式は <laughs> 成人おめでとうあのねっていう感じでそう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 ,そうまあ、うん、そ知らないんだったら 最初から言う必要はないと思うんですけど。そうそうそう、知らないんだったら言う、言<う>俺も別に言わなくていいと思う、全体。うん、知っちゃっ。もう知っ,ってるんだよ。書くのって。それを、ご主人も。うん、あの、知ったことは知ってるから。ことと、どうするみたいにはなってて。うん、でも、再婚なんで、主人が今二十五で、うん、息子が。うん 今年二十歳ににななるから世代的に一緒なので、うん、へで、すげえモテ<あ>るんだねあなたじゃあ <laughs> <れ>いやいやいや全然全然,全然 <laughs> たまたまへえつ、ー、って、はい、俺が息子だったらっていうので想像してみるわじゃあ今はいでも俺が息子で、ね、俺のお母さんがやってたてのしたてであえー、でも俺行ってほしいかも俺本当ですかうーんいや俺行ってほしいかも 違う違う知ってるっていう体っていうのが大事あの。俺が知らなかったら言わないでほしい、うん、マジで。はい、絶対。はい、絶対言わないで、で,ね、でも俺が知って,てだったら、え、はい、お母さんずっとなんか、みたいな。隠し事、なんか信じれなくなるかも。ですよね。しかも、なんでかっていうのもな。なんで,でかっていう理由も気になるし、はい、お母さん何、何めっちゃ淫乱だったのみたいな。 そうそうです、ねうん、それともやっぱり何か事情があったのかなみたいな。うん。いや、俺が息子だったら言ってほしいけどね。で、なんか結構そうやってツイッターで、はで、い、なんだっけ、俺のお母さん、む、えっと EV 女優なんだが、わらわらみたいな感じのキャラだったら。あそっちでした。あ<ー>で、なんか、うん、名前、その媒体っていうか、その、なんだろう、サイトの名前言っていいのかわかんないですけど。なにはい そのサイトに行ったらいきなり出てきたみたいな。で似てるなって思ってああ<ー><だ>やばいマジでまあ例えばポルノハブだとし,しポルノハブ見てたらお母さん出てきたんだがみたいな。もろポ,ポルノハブです。モロポルノハブなのかよしかも。はいで出てきちゃってポ,ポルノハブだからモザイクとかなくて最悪だねそれしかもそれ無駄でいでしょ最悪でそれそ。そうですそうですそうです。 でウザマジかって思って <laughs> そっちにいるのって思ってしたらなんか名前が出てたみたいでそこから派生して調べたみたいでい、ね、でしたらやっぱりどう考えても自分の母親だっていうのがみんなどうするまあ俺個人は言ってほしいかも,でもみんなはどうもみんなは <laughs>、うん、コメントではね言わない方がいいが多いかも あ本当ですかうん。知らないふり続けた方が。そう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 。うん。まああとはもうあなたが決めてもらって。<laughs> コメントは言わないが多いよ。多分8割ぐらいが言わない方がいいかな。<ー>うん。じゃあ、そうしようかな。はい。まあもうあとは,あなは。なんか本人的にはなんかもうネタにしてるような雰囲気にはしてるけど、はい<ー>。まあ実際 多分絶対複雑だろうし、うん、じゃあ言わない方がいいんじゃないか。知らないふり、はい、続けようかな。はい、あはあ、それで、はい、はあ、言われ聞かれたら答えるということはい、はい、あ、わかりました。はあ、ありがとうございます。はあはい、はい、<laughs> はあ、まあ多数決の方がね合ってること多いですから、多数決の原理ということで、はい、あ。 次かけようかなまあなんか助けてくださいとかそうなる方は LINE しておいてください。まあ多数決的にはね言わない方がいいってことでね。うん、まあでも俺はそのツイッターのその息子のキャラ的なのもちゃんと考慮した上での俺はやつかな。息子がその東大、東大生とかそういう真面目系のスネ夫んスネ夫んじゃねえわ。真面目系だったら俺はまた変わってたからね俺はね。うん、そちょっと陽キャな感じを伺えたの。 アリさん来てアリさんねはいはいもしもしーもしもしはいちょっと今もうとんでもない事件だったとはい何ですかえっとなんか意味わかんない小さい虫が家の部屋の中で大量発生したんですよビタ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 でも1匹ずつ駆除してうん 今見当たるのは1匹しかいないなですちょっと見せてよ、とりあえずそれじゃあ。<laughs> でも、ね、れるビデオツアーで行きましょう。はい。写真でもいいですか写真でもいいですよ。はい、はいで。その虫を特定して、その虫に効く対策をしたいよね。ってことだよね。う,ん、うわー、びっくりしたー <laughs> びっくりした何 <laughs> この音入るんだ。すうはね。捨てみき入ってるんだ。今送りました。<laughs> はい、ありがとうございます。これね、これが何 ?8 匹ぐらい出てもう眠れないと今日は気持ち悪すぎて。うえ気持ち悪い <laughs> じゃあみんなグロ注意で。じゃ見せますよー。さーん。 ねえ、えファイヤー。これは何、何俺も初めて見たかも。なに、ね、詳しい人、8匹だっけ、うん、え何匹見たんだっけこれ、とりあえず。えっと、家の中では10匹以上なんですけど、自分の部屋部屋だけでなんか9匹とか。うんえー、え、これ何なの本当に。 みんなでも分かってえシ白アリやばいんじゃないの白アリって <laughs> アリさんありつながる白アリだって白アリですかでもなんか羽みたいなの生えてて茶色いんですよ羽が生えてて茶色いらしいですよなんか赤,い赤茶色みたいな赤茶色だそうでしょ何センチぐらいですかこれだとどうなんだろう 0点の世界だよね。そうですね、0.7ぐらいか。0.7。い<や>はいはいはい、1センチ未満。<laughs> はい、0.7。はい。いえ、白アリですよ。白アリのオス<ー>今の時期は白くない。しか,いしかもよく見たらこれ木だしね、これ。なんか木の家だしね。 うわーこれ食ってんじゃねえのこれ。羽アリ羽アリと白アリは違うのうん。面白いね。アリさんつながりでまさかつながってくるとは。拡大するわ。これらしい。だか昆虫博士いないのかね虫キングは。うん。羽アリも白アリも一緒。やばい。家白アリに見えますね。 やばいっす、これ。これ、や、これ、これ、これマジで、すぐにでも、そういう、なんつうの、バスターズを、ゴーストバスターズを呼ばないと、まずいことになるそうですよ、これ。まずいことになりますか。で、今、家シロアリで、繁殖期らしいです。えぇ、ー。もうこれはもう、やばいっす。それ、シロアリだよ。私の家もい今日、大量発生してます。外から飛んでくるんです。<laughs> まさかの <laughs>。まさかの。被害者がもう一人。はあ、バルさんバルさんをする。は、まあま、とりあえずこれ、バスターズ呼ばないとまずいっすね、これ。バスターズですか。はい、ゴーストバスターズ。わかりました。はいで。すぐにでも呼んでください。 はい、はい、よかったよ知れてう,<わ>うんうんど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 ん今繁殖期らしいです <laughs> <laughs> はいもうすぐ出ました呼んでください、うん、えこれ一軒家賃貸あえっと一軒家です一軒家だよなーはいもうすぐに <laughs> すぐに呼んでくださいはいします、ありがとうございますはい,いよかったねこれ 俺に言っといて、うん、どんどん家が破壊されていくぞ。羽が落ちて気持ち悪いんだよな、これ。あ、そうなんだ。これあるあるなんだ。羽が落ちるっていう。家白あり、ちょうど今からおお、みんな詳しいね。うんじゃあ、あとご自身で家白ありをググってください。<laughs> はい、ゴーストバスターズ。 外のコンクリも平気で食い破るぞ。カスカスになる家がはあー、マジで。はあ鉄筋コンクリートもやられた、はあ。壊される。悪徳業者が多い。ああじゃあ、リビューをね。 確かめながら、はい。お願いしますよ、うん。木材すかすか。シロアリやゴキブリの仲間。まあそうなの、うん。意味が分かんなくて、日本語がよくわかんない。シロアリやゴキブリの仲間だから、シロアリ用の駆除剤じゃ効かないよ。<laughs> ね、これ、よくよく考えたらこの日本語意味わかんなくな、ね、いじゃあシロアリ用の駆除剤って何なのって話や <laughs> シロアリ用のク除ョ、クジ剤はシロアリに効かないなら、じゃあ何に効くんだいって話になるよね。マジで。うん。うん。おろ。<laughs> いやいや。うん、いやこの、このコメント。 このコメントよくよく聞いたらちょっとよ、よくわかんなくない白アリはゴキブリの仲間だから白アリ用の駆除剤じゃないと聞こえ。待って、俺が間違えてるわ。白アリ用の駆除剤じゃないと聞かない。ああって俺がバカだったわ。みんな一周回って俺がバカだった。白アリ用の駆除剤を使えってことね。つまり専用の駆除剤ってことね。ああ俺なんて言ってる？シロ白リはゴキブリの仲間だから白アリ用の駆除剤じゃないと聞かないよ。 合ってる俺、あれ俺、どうしちゃったんだろうコメントの人合ってました僕は間違えてました。うん。はい、そうだね。じゃあ、そういう、なんていうの。はい、あ。専用のを変えましょう、うん。業者呼んだ方がいい。いや、俺もね、業者呼んだ方がいい気がする。なんか。うん。 じゃあ次の方行くわ。うん。話そうか、ノック。あーりさん、久しぶりに。うん、いいですよ、LINE していただいたら <laughs>、うん。ありつながりで。うん、まあ、ね、ちょっと別の相談者行こうか。トルコのありさんね。あやましもーしあれどうした はい、もしもし。はい、オッケー。はい。あれ、あれ、もしもし。はい、聞こえますか。はい<あ>。あー、ちょっと配信を切ってくれると。あれ、配信ってどれだろう。え、俺の声、二重に聞こえる。あ、あの、テレビと。うん。じゃあ、テレビの音をあの。テレビつけながら、じゃ、テレビを。 静音にしたらいいと思いますよ。あ、テレビ消せばいいんですかね。そういうことだね。うん、あ、じゃあちょっと今テレビ消しますね。あ、りがとうございます。あ、ちょっと消しますね。はい。あ、すいません。今日あの子供が今修学旅行でいないんで、はい、それであの子供がに聞こえないっていうかいないんで。 聞こえなないような感じ,でかし、ま、じゃあ今日はちょっと子供にじゃもう絶好の人、はいはい、そうですねそれなんで、はい、あ見てて、はい、あ今日し明日帰ってきちゃうので子供に、はいはい、聞かれたくない<っ>そうだどうぞ<っ>、はい、あ私あの3回結婚してるんですけど、はい、えそれであの一番初めの結婚の時に、はい、まああの 今24歳の息子がいるんですね、はい、えねそして次に2回目の結婚の時にまた5歳離れた息子がい,いて、はい、その2番目の時はちょっとあのまあいろいろありまして、はい、旦那と親権、はい、を、はい、あの旦那の方にあげた,わた渡してしまったんです今いろいろ本当私だったんですけど ちょっといろいろありまして、はい、えそれで子供に子供の親権を父親その時あのその子供が11ヶ月だったんですね。はい、えそのそれで多分上の子はその時5歳だったんですけど、はい、でまあ記憶にあるか上の子は記憶にあるかどうかわかんないんですけど、はい、その後また結婚して。はい でまたその5年後にまたここに下の子が生まれて、はい、今下の子が中学3年なんですけど、はい、だ上の子と下の子は多分あの真ん中にいるっていうのを多分知らないと思うんですよ。はいええ、だから上の子は長男下の子は次男っていう感じになってるんですけど本当は下の子は三男なんですけど。 うん、えごめんちょっとよう分かんないよ。息子は上から24、19、15? ここまで把握してないんだけど、もう一人いるはい。はい。隠し子がいるってことだよね。はい、あっ、あの、ま、真ん中、真ん中の子のことを上の子と下の子は知らないんですよね。あ、19歳のことを知らないってことはい、上の子と下の子は知らないんです、あの真ん中にいるっていうこと。 じゃあ24歳は15歳のことは知ってるんだつまり今修学旅行行ってるあ、はああ,まあ一緒に、はい、暮らしてたんであ一緒に暮らしてたんだはいあの10歳離れてるんですけど1919九、うん、えそうなのずっとみんえ、本当 <laughs> うん、えっえ一緒に暮らしてた<っ> 一緒に暮らしてあの3回結婚してるんで。で24歳ははい一番初めの旦那の子です。24歳19歳と遊んだ記憶ははないです。あの5歳の時に馬、うん、の真ん中真ん中っ子が次の子が生まれたんですけど、うん、その時まだもう11歳前にもう手放しちゃったんですね。 そののの番目の旦那の方にでも5歳の時になんかお母さんが赤ちゃんを育ててたなみたいな記憶あるってことじゃんうーんうる覚えであるかないかその後全然言ってこないんでもしかしたら上の子は気づいてて言わないんだかそういうことでしょだから5歳の時にお母さんなんか誰か知らないけど赤ちゃんの世話してたななんかお腹大きかったな何だったんだろうあれって。 思ってるっててることでしょ、そそれじゃあそう,そう、上の子はもしかしたら気づいてるかもしれないんですけど、うん、ーえ、でも下の子は全く知らないです。へ<ー>え写真も一切ないし母子手帳もないしっていう感じではー上は知ってそうだね上は <laughs> 上はもしかしたら知ってるかもしれないですね5歳だからそういうことだよねはい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 。 はい<ー>ででもあえて言言私に言わないのかもしれないです。それはあえて言ってないね24の方は。で君はどうしたいのこれをでうんそれをあのー、いつか子供に言った方がいいのか墓場までもっていうかあの多分死んだら死んだ時に戸籍謄本でバレるらしいよこれ。 ああなんかそうなんです、おじいちゃんが死んだときに、うんあの、おじいちゃんにも隠し子がいて、<laughs> で、ばれたんですよ。で、あれってあの、葬式のときに、うちの、まあ、おばちゃんがん。<laughs> ちゃんと遺伝してるじゃない。え <laughs> えいやいや、ちゃんと遺伝してるなと思って。親族、うん、遺伝ですねははははいはい、はいいまままあまあ、まあ、はいはい おじいちゃんの時昔のことなんでよくわからないんですけど、えーでえー、だけどうん、まあ、まだ14歳今中学3年生なんでまだ言わない、まあ、今はまだ言わない方がいいと思うんですけど<ー>で,でもいつかはバレますよねあの高校進学とかでバレば<上>バレますかねあ上は行ったらいいんじゃないの 覚えてるみたいな感じで言った方がいいんですかね上は絶対いつから何かでバレるやろ、戸籍で。もしかしたら上はもう知ってるかもしれないですね。知ってるまであるね。で、ええ、15はまだ言わなくていいんじゃないやっぱ。 あのさっきあの見ててずっと見てて「はい、あの二十歳になったら」っていうあ,<ー>あの相談者がいたので、はい、あ私も聞いてみようかなと思って私も二十歳になったら下の子に言った方がいいのかなとか二十歳になったら言えば下はあ二十歳になったらあの、えー、先ほどの方みたいに言った方がいいんですかねあじゃあこれだってまた面倒 これねえ、うん。で、あと <laughs> あの三番目の旦那があ<の>まあ今一番下のこの旦那もうな高いしてるんですよ、二十六歳で。はい、あ。あのちょっと死因が病気とか、はあ、そういうんじゃなくて、あのまあ自分自が自分でやっちゃったんですけど。へえー。その時にあの子ど下の子供その時九ヶ月だったんですね。はい、あ。 だから、あのーまあ、亡くなってることは知ってるんですけど、お墓はあの旦那の実家の方にははい、はい、そうですね、はい、あるんですけどはい、あのー、子供には亡くなったことは言ってるんですけど、どういう亡くなり方をしたっていうのは言ってないんですよ。それは言わなくていいでしょう。<laughs> それは墓場まで持ってった方がいいんですか、ね、<laughs> それは墓場までの方がいいような気がするよ。ええ。おお。 そうですね家でちょっとやってそれで持ち家だったんですけど、はあ、やっぱ引っ越して、はあ、え隠そうと思って引っ越して、はあ、いやそれは封印のエグゾディアでああそうですよね、まあえー、今なんかいろいろテレビとかで芸能人とかでもそういうのがえー、もうほんに<え>あるえてか俺はそれ言ってほしくないかも絶対今回はそれははい、あ。 ああ、それは言わない、それは墓場までの方がいいですよね、えー、そっちの方は。はい。あわ<あ>分かりました。はい。それでいきますか。はい。まあ、あもう上はもうすぐにでも一旦もういいと思いますよ。はい。え、上はあれですかね、その、まあ、あの、 その父親とは血がつながってないんですけど、それは、その死因は言った方がいいんですか、ね、いや、死因はどっちでも言わなくていい。ごめんあ<の>、死因は言わなくていあの子供のはどっちでも24も15も言わなくていいよ。<laughs> だいたい、あの、そう<ー>そう、間のいるやつがいるっていうのは言った上でじゃん。ね、あっていうことね,あはね。いつかもしかしたら会いに来るかもしれないですかそう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 。あ,あとなんかいろいろなね、将来、えー。 手続きの時にねあれこの人は一体なんだ、ええ、みたいになるかもしれないしねはいそうやな、ね、私も11か月以降会ってないでもう十何年もうそれから会ってないんですよねはいわかりましたはい<え>、まあ、深は絶対どっちにも言わない方がいいよ、はい、ですよね <laughs> は,ーいはいはいはいああわざわざ私のためにありがとうございます、はいい、えー、じゃあお大事してください あーありがとうございます。ええ<い>。<laughs> うん。会わなくても平気なの。でも分からない。一体何があったのかあんまり聞いちゃいけないのかなと思って。うん。長男には普通に俺に今言ったような感じで言えばいいよね。 ななんんかかあんまっって欲しくなさそうだったから <laughs>、うん、聞いたら長そう、うん。別にどっちもいいけど聞いてもいいけど聞かなくてもいいけど <laughs>。しかも今日しか今日この人と話せないからねあとあ今息子が修学旅行でいない15歳がいないからってことで話した話だから。 十九歳に会ってないって冷たい。いやー、ワンチャン父親の方が合わせないようにしてるのかもしれないよ。引き取った人が。引き取った人が合わせないようにしてるみたいな。そういうことはね、あるから、ねうん。普通に。ね。 なんか昔相談であったんだよね。それはね、お姉ちゃんと弟の兄弟で、で、なんならお母さんが出てったみたいな。で、お母さんに連絡を取らせないようにお父さんしてたみたいな。もうあったからね。うん後取り欲しいパターン。何それ <laughs>。信長の野望じゃん、それ。そ,それは、戦国時代の話じゃないの、それは。うん うん、ああいう人にちゃんと聞いてが、いやでもこんなこと言えないんじゃないなかなかちょっとこんなことやっぱ仲のいい友達にも言えないでしょ。ドラマにありそうなんか、うん、複雑や。 お母さんに会ってぶん殴りたいってそう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 言ってたよお母さん会ってぶん殴りたいって言ったけどお母さんと久しぶりに会ったらハグをしてあげたの感動会あったねあの配信あの配信もいい配信だったよじゃあ終わるか今日はじゃ終わりましょうかほならねはい 皆さん、僕のあの、YouTube のチャンネル登録をしといてくださいね。ハリさんは、いや、連絡来てないからいいのかな。はい。ま、ぜひ、あの、高評価ボタンと YouTube のチャンネル登録をよろしくお願いしますね。ツイキャスはあるか。1300で、高評価ボタン1300でツイキャスをやりたいと思います。 はい、よろしくお願いします。そうなる方は Twitter の DM か LINE にね、送っといてください。ありがとうございました。ありがとうございました。本当に。ありがとうございました。あ、小倉あんこさんありがとう。Thank you. ありがとうございました。Thank you. ありがとう。<laughs> なんだかあ、で楽しかった。 まあいいろろ楽しかったよあとチャンネル登録もしてんねみんなチャンネル登録すると僕生配信が多いからね見逃さなくなるんではいぜひチャンネル登録もよろしくお願いします、はい、チャンネル登録は必要ちゃんと見たことないからウニちゃんを見てみたいぞ あー、うん、ちゃんいるよ金レンガじゃんありがとう <laughs> ありがとうございますセンキューセンキューダイエット順ゅん順調もう今ねめっちゃ腹減ってるもうすでに空腹状態だね <laughs> 常にめっちゃ腹減ってる いやいけるいけるいける頼むわみんな肌はあー肌もねまあまあまあいい感じ <laughs> 肌も調子はいいああリさんから電話かかってきてるわ今着信音にしてたわ <laughs> 何これ <laughs> ああこれ懐かしい顔の人がいるいツインキャス貯金はないです はい追加すたんはありません <laughs> 白アリってことあーうまいねありさん <laughs> 白アリねいやもう今日はじゃあ追加。ちちょっと高評価はちょっとえー、ちょっと1300い,いったのいってないじゃないこれなんでいってないの あ <laughs> 明日誕生日なのにいよいよあとみんなのツイッターのーもしといてねみんな、うん、ツイッターのローもよろしくお願いしますお願いしますツイッターローお願いしまーすピースみんなありがとうございました1300 なんと誕生日前なのに行かずという結果になりました。もひどいや。本当にひどいよ。<laughs> 無料でできるのに。みんなのツイッターフォローしてね。ツイッターフォローするとあの配信のね、あの告知とかあのツイートいたしますので。はい、よろしくお願いしますじゃあ。皆さんありがとうございました。おやすみなさい。みんなに裏切られた。しくしく。ひどいよ。 いえー <laughs> ありがとう、ね、でもみんなありがとう、いつも。また会いましょう。うん。じゃあね、おつノック、バイバーイ。ツインキャスは、なしだね。<laughs> キ,ャキャスはお休みさせていただきます。でまたお会いしましょう。バイバイ。